はい。皆様、こんにちは。安宏です。今回は、2024年の大河ドラマ、光る君への主人公、紫式部について解説します。この動画を見れば、紫式部の人生や、また紫式部が生きた時代に何が起こっていたのか、そういう歴史の大まかな流れがわかるので、良ければこのままご覧ください。ちなみに、紫式部といえば、源氏物語ですが、 現地、えー、物語の内容については、別途別の動画で詳しく解説しようと思っているので、えー、その点ご了承願います。はい。動画の目次はこちらになりますが、読み上げると時間がかかるので、えー、気になる方は一時停止しご確認ください。また、動画を視聴するにあたっていくつか注意点があるので、僕の動画を初めて見るよという方は、よければ目を通しておいてください。はい。それでは早速本編に入っていきましょう。 まず、紫式部のルーツから見ていきます。紫式部は平安時代の中期にあたる973年頃に生まれたとされていますが、970年から978年節まであって、まあ、生まれた年ははっきりとしていません。なんですが、この動画では一番有力な節である973年節を採用し、年齢なども換算していこうと思います。 はい。そして、紫式部の本名は分かっていません。というのも当時、本名は忌味名と呼ばれて、忌味名で人のことを呼ぶということは、基本的になかったんですね。えなので、当時の人たちは人を呼ぶときにえ、その人が住んでる場所だったりとか、役職名だったりとか、あるいは場所プラス役職名だったりとか、まあ、そういう感じで人を呼んでいたので、 え、よっぽど偉い貴族で、え、資料上、名前が残ってますみたいな人じゃないと、本名はわからないんですね。はい。ということで、紫式部も本名はわかっていません。ちなみに、大河ドラマでは、本名は、まひろとなってるらしいですが、まあ、それは完全にドラマのオリジナル設定で、まあ、実際は本名はわかっていないということになります。では、どっから紫式部という呼び名が出てきたのかというと、 え紫式部は後に朝廷で働くことになるんですけど、その時職場では東の式部と呼ばれていたとされています。えどうしてかというと、紫式部は藤原氏であることは間違いないんですね。で藤原氏プラスお父さんが一時期式部の城というポストについていたのでえ、これが合体しておそらく職場では東の式部と呼ばれていたんじゃないかとされています。ではどっから紫が出てきたのかというと、 えー、源氏物語の女主人公の呼び名が紫の上というね、えー、呼び名なんですね。で実際に紫式部日記などを見ると、えー、紫式部が男性の貴族から若紫さんって呼ばれている描写なんかがあるんですね。まあ、そういうこともあって、えー、現代では紫式部という名前で、名前というか、えー、呼び名で親しまれているということになります。続いて紫式部の家柄を見ます。 家柄は両親ともに藤原ホッケ諸流の出身になります。つまり藤原ホッケの中で一番栄えている着流ではない家の生まれということになりますね。では、そもそも藤原ホッケって何でしょうか、えー、この辺、平安時代を理解する上で絶対に知っておかなければならない知識なので、時代を遡って簡単に見ていきます。まず一番上に中富の鎌足さんがいますよね。この人は100%聞いたことがあると思います。 えー、中富の鎌足さんは、アスカ時代の政治家で、大、え、化、ー、の改新と呼ばれる、まあ、簡単に言うと天皇中心の世の中を作っていきましょうという動きに大きく貢献した政治家になります。で、今までの貢献が認められて、中富の鎌足は死ぬ直前に藤原という姓を与えられたんですね。こうして藤原の鎌足が藤原氏の祖となりました。で、その息子が藤原の不人という人で、 えこの人は、飛鳥時代から奈良時代にかけての政治家になります。で、藤原の不人といえば、えー、大法律令を作成したというか、まあ、大法律令の作成に大きく貢献したということで有名です。えー、大法律令って何か簡単に説明すると、まあ、要するに国家を運営するための法律だと思ってください。えー、これを整えるのに大きく貢献したのが藤原の不人で、えー、平安時代もこの律令に則っ,って国家が運営されている。 ということになります。はい。そして、不人の息子たちが、ムチマロ、ササキ、ウマカイ、マロという人たちで、それぞれムチマロの家系が南家、ササキの家系が北家、ウマカイの家系が四季家、マロの家系が京家と呼ばれるようになりました。で、この辺については、えー、別の動画で詳しく解説しようと思うんですが、えー、奈良時代の後半とか平安時代の初期に、 えー、藤原氏同士が権力争いをすることになります。そして最終的にその権力争いの結果、えー、ふささきを外する藤原ホッケが藤原氏の中でも最も繁栄することになりました。つまり、紫式部は藤原氏の中でも最も栄えているホッケに生まれたということになります。では、紫式部のケースをもっと詳しく見ていきましょう。まず、一番右上にいる冬継ぐって人は、 えー、ッケの祖である、ふささきのひまごになります。で、この人は、クスコの変という事件をきっかけに大きく台頭することになりました。まあ、今回は超簡単に済ませますが、えー、当時、天皇と上皇の実権争いが起こってしまっていたんですね。で、最終的に勝者となったのは天皇側なんですけど、その天皇側のクロードの塔といって、まあ、簡単に言うと、秘書官、秘書のトップみたいな仕事をしていたのが冬継ぐだったので、 まあ、そういうことがあって、藤原の冬継ぐの代に、藤原北家が大きく台頭することになりました。で、次の藤原の吉房という人は、えー、皇族以外で初めて摂政を務めた人で、とても有名な人になります。えー、摂政というのは、天皇が幼い時に、えー、天皇の代わりに政治を行うポストになりますね。で、その次の元常という人は、まあ、正確には吉房の息子ではなくて、えー、養子になるんですけど、 この人が日本史上初めて関白を務めた人になります。関、えー、白というのは成人した後の天皇を補佐するポストになりますね。はい。で、まあ、この辺の流れは今超簡単に済ませたので、また後にねえ、別の動画で詳しく解説しようと思います。で、その後、えー、忠平ひら、も家と続いて、えー、かの有名な藤原の道長につながるということになります。 続いて、紫式部のお父さんの家系を見ていきます。皇族以外で初めて摂政を務めた、吉房の兄弟に吉門という人がいて、えー、この人が紫式部のお父さんの家系の祖となっています。で吉門から続いて、年、えー、本、金助、正忠、玉時と続いて紫式部が生まれています。つまり玉時が紫式部のお父さんということになりますね。 はい。なんですが、えー、この吉門の家系は藤原北家の中で一番栄えた着流の家ではありませんので、えー、途中から没落してしまいます。ということで、紫式部にとってはひいおじいちゃんにあたる金助から見ていきますが、えー、金助は苦行といって長級貴族の仲間入りをしています。またこの人は有名な歌人でもありました。はい。ということで、ひいおじいちゃんは良かったんですが、 その次の正忠は最終的な官位が15位の下で終わってしまいました。朝廷からもらうくらいは数字がちっちゃくなればなるほど偉くなるんですけど、5位以上の人のことを一般的には貴族と呼びます。つまり正忠はギリギリ貴族の仲間入りを果たした中流貴族程度の立場で終わってしまったわけですね。はい。ただ正忠も兼助と同じく有名な家人でありました。 そして紫式部のお父さんのため時も、えー、小五位の下ということで、まあ、中流貴族程度で終わってしまい、えー、終わってしまったんですが、えー、この人も歌の才能はね、えー、引,き継いで引き継いでいて、えー、有名な歌人でした。まあ、こんな感じで紫式部のお父さんの家系は、まあ、おじいちゃんの正忠の代から、えー、中流の貴族にはなってしまったんですが、歌、まあ、人としては有名な家系だったということになります。 続いて、お母さんの家系を見ていきます。まず、藤原義房の兄弟に、ながらという人がいました。ちなみに平安時代は、名前の読み方がちゃんとわかってない、発音の仕方がちゃんとわかってないことが多いので、ながらについても、長吉とかね、まあ、いろんな考え方があるんですが、どれが正解ということはないので、まあ、その辺はあまり深く考えなくてもいいと思います。 はい。ということで話を戻すと、まずながらという人がいて、この人が紫式部のお母さん方の家系の祖となった人なんですが、ながらから3代飛ばして、ための部という人がいました。でそのための部の娘が紫式部のお母さんということになります。ちなみに、やっぱり本名は分かっていません。で、紫式部のお母さん方のおじいちゃんにあたるための部は、最終的なくらいは、ジュシーの下でした。 で、え、朝廷からもらってるくらいが3位以上だと、え、いわゆる苦行と呼ばれる長久貴族になりますので、まあ、やっぱりこのお母さん方のね、ための部も、えー、苦行にはなれなかったわけですね。はい。こんな感じで、紫式部は両親ともに藤原氏の中で一番力を持っている藤原ホッケの生まれではあるんですが、藤原ホッケの中の着流の生まれではありませんので、紫式部は中流貴族の娘に生まれたということになります。 では、続いて、紫式部がどこでどのように育てられたのか、簡単に見ていきます。ひいおじいちゃんの金助が苦行になっていましたので、その金助が残した邸宅である、包み邸と呼ばれていた邸宅で、紫式部は生まれ育つことになったと考えられています。といってももちろん、紫式部が包み邸すべてを所有していたわけではなくて、一族で包み邸を分け合って暮らしていたわけですね。 はい。手場所を確認すると、今地図で出た四角で囲まれている範囲が、えー、これは現代の京都御苑になりますで。その少し東側に赤い丸が出たかと思いますが、この辺に包み帝はあったと考えられてますね。で僕はちょっと直接は行ったことないんですけど、この赤丸のあたりに現在、ン山寺という有名なお寺があって、この辺に包み帝はあったと考えられています。 はい。ちなみに今、黄色い丸も出たかと思いますが、えー、ここには藤原道長の主要な邸宅である、土三角の野という邸宅がありました。はい。こんな感じで、紫式部と藤原道長は、まあ、立場は大きく違うんですが、地、え、理、ー、で言うと、すごいね、近所の関係だったということになります。 続いて、ちょっとスライドの記載に間違いが見つかったので、ここから1分間半くらいだけ後日撮影した動画になるんですけど、続いて紫式部の家族構成を見ていきます。すでに説明したように、紫式部の両親は藤原ホッケの着流ではない家の生まれの人でした。はい。ということで、紫式部が生まれるまでに、 えー、両親の家系ともに没落してしまっていたので、紫式部は中流貴族の娘として生まれることになりました。そして紫式部にはお姉ちゃんと弟の信則がいました。はい。なんですが、お母さんは弟の信則を産んだ頃にすぐ亡くなってしまったと考えられています。はい。こうして残されたお父さんのため時は、その後5歳の家に通う日々だったと言われています。 でちなみに5歳との間に男子2人と女子1人を設けていますね。はい。でちなみに紫式部のお姉ちゃんは、まあ、名前は分かってないんですけど、えー、この人もおそらく紫式部が24歳になるまでに亡くなっていると考えられてますね。というのも後で説明するんですけど、紫式部って24歳の時にお父さんと一緒に越前の国に下校することになるんですね。なんですけど、その時までにはもう姉の存在が全くなくなっていて、 資料上とかも全く確認できない存在になっているので、まあ、この頃までにはお姉ちゃんは亡くなっていたと考えられてますね。はい、こんな感じで紫式部は、えー、早いうちにお母さんを亡くしてしまってその後お父さんに育てられたわけですが、まあ、そのお父さんは5歳の家に通う日々だったということで、まあ、実のところは紫式部にしか分かりませんが、まあ、紫式部の幼少期はおそらく寂しいものだったんじゃないかというふうに想像されています。 紫式部は早くにお母さんを失ったため、父、ため時の影響を大きく受けて育つことになります。ということで、お父さんの深掘りをすると、えー、父、ため時は大学寮出身の漢学者でした。つまり、大学でちゃんと勉強をして、当時の中国の歴史とか、えー、読み書きとか、そういうのに精通した学者だったわけですね。ところで、大学寮って一体何なのっていうと、 現代の大学とは大きくイメージが異なっていて、当時の大学イコール官僚育成機関になります。えー、つまり、朝廷で働く役人を育てるための機関だったわけですねで。大学に基本的に苦行の子は通いませんでした。これはなぜかというと、まあ、ちゃんと説明すると難しくなるので、簡略化してお話ししますが、まず当時、恩義のせいという制度がありました。 これはどういう制度かというと、まあ、簡単に言うと、上級貴族の子供は優遇されますという制度になります。まあ、具体的に言うと、えー、上級貴族の子供は、朝廷から初めて位をもらうときに、えー、父親の位とかに応じて、最初からある程度高い位をもらえたわけですね。なので、まあ、現代の会社で例えると、まあ、お父さんが部長だったら、まあ、最初から係長としてスタートしていいよみたいな、まあ、そういう制度があったわけですよ。 なので、苦行の子は、官僚育成機関である大学に、えー、花から通う必要なんてなかったわけですね。えー、つまり、当時は全然学歴社会じゃなくて、超家柄社会だったということになります。しかも、えー、頑張って大学で優秀な成績を収めて、やっとの思いで役人になったところで、所詮大学出身者は、まあ、中下級肝心が関の山という現状がありました。 ということで、えー、実際に紫式部のお父さんのため時も、まあ、大学をね、えー、出たわけですけど、紫式部が生まれた頃、まあ、一応朝廷から6位という位はもらっていたんですけど、無冠で、えー、特に決まった仕事はないという状態でした。では、まあ、こんな感じでお父さんは無職状態なわけですけど、じゃあどうやって娘とかね、息子を養っていたのかというと、まあ、おそらくなんですが、お父さんのため時は、まあ、学者でありますし、 あとすでに説明したように、家計的に、すごい和歌の達人でもあったんですね。ということで、まあ、朝廷内での仕事はないわけですけど、えー、監視文を書く司会ですとか、あと歌会とか、こういうものに呼ばれて、まあ、ちょっと謝礼みたいなね、ものをもらって生活していたんじゃないか、とかって予想されてますね。はい。ということで、まあ、そんな感じでしたので、お父さんのため時は、まあ、言っちゃ悪いんですけど、まあ、結構暇だったと思われます。 ということで、紫式部本人が書いた紫式部日記の中には、このようなエピソードが書かれています。お父さんは結構暇だったので、息子の信よりによく感覚の勉強を教えていたらしいんですけど、直接勉強を教えてもらっている息子よりも、横で聞いているだけの娘、紫式部の方が感覚の理解が早かったらしいんですねで。お父さんがよくこの子が男の子ならよかったのにと言っていたということが、紫式部日記の中に書かれています。 まあこんな感じで、紫式部は幼い頃から感覚の才能があったわけですね。で、実際に、今回の動画では、源氏物語の内容は詳しく説明できないんですが、え紫式部じゃないやえ、源氏物語ですね。源氏物語って、すごい漢詩文とか和歌の引用が多いんですね。で、こういうのは、紫式部にしっかりと漢詩や和歌の知識がないと書けないということで、まあ、紫式部って、すごいね、白識な人だったと考えられているんですけど、 じゃあどうしてそんなに紫式部が白式なのかっていうと、まあ、それはおそらくなんですけど、えー、父の教育により監視文とか馬鹿の素養を身につけることができたんじゃないかとされていますね。はい。こんな感じで、まあ、紫式部は、えー、没落した中流貴族の娘として生まれ、えー、しかもお母さんにね、早くに先立たれてしまったわけですけど、ただお父さんの教育によって監視や馬鹿の素養を身につけることができて、えー、それが後の源氏物語につながっていく。 ということになります。はい。紫式部のルーツは以上です。えー、続いて、一旦紫式部の話は置いておいて、えー、朝廷での権力争いを見ていこうと思います。はい。ということで続いて、アンナの編を見ていきましょう。アンナの編は、藤原道長のおじいちゃんとかの代に起こった出来事なので、まあ、直接紫式部とは関係ないんですが、 大河、えー、ドラマを見るにあたって、ここら辺からね、えー、勉強を始めた方が、えー、ドラマの内容が分かりやすくなるかなと思いましたので、えー、ここから始めたいと思います。はい。で、まずアンナの絵を見る前に、えー、そもそも藤原ホッケがどのように権力を握ったのか、その方法を簡単に見ていきます。まず、藤原ホッケは外籍政策を取ることで権力を握っていきました。外籍というのは母方の親戚のことを言います。 つまり藤原ホッケは天皇の母方の親戚になることで権力を握っていったわけですね。えー、これがどういうことか説明するために、えー、皇族以外で初めて摂政を務めた藤原義房の実際の例を使って簡単に説明します。えー、藤原義房は娘を門徳天皇と結婚させて、えー、二人の間に清和天皇が生まれました。で重要なのはこの時代生まれてきた子供は、 母方の家で育てられたわけですね。つまり、清和天皇は藤原氏によって育てられたので、えー、藤原氏との結びつきがすごく強くなります。こうして藤原の吉草は清和天皇の外籍。えー、今回の例で言うとお母さん方のおじいちゃんなので、藤原の吉草は清和天皇の外祖父となったわけですね。 そして、外祖父である藤原義房は、まだ幼い清和天皇に対し、大きな影響力を発揮することができるので、えー、摂政となって、幼い清和天皇の代わりに政治を行った、ということになります。はい。で、これが外籍政策で、これを行った上で、まあ、これはすごくシンプルなんですが、その上で、他の一族を排斥しました。要するに、他の菅原氏とか、そういう力を持っている一族が、 天皇の外籍になりそうだぞってなった時に、えー、そういう人にありもしないような謀反の罪をかぶせたりとかして、えー、左遷とかして邪魔者を追っ払ったわけですね。はい。こういうふうに藤原法家は外籍政策を取り、その上で外籍になりそうな有力な他の一族を排斥することで権力を握っていきました。はい。では、今からアンナの辺を見ていきますが、アンナの辺はまさしく丸一番の外籍政策や、 丸二番の多子排斥運動、こういうものが絡んで起こった事件になりますので、そこら辺を意識して聞いていただければと思います。はい。ということで、経図を使ってアンナの辺を見ていきます。まず、紫式部が生まれる約30年前、946年に村上天皇という天皇が即位しました。村上天皇の時代は、教科書とかでは、関、ま、白、あ、が置かれなかったので、 村上天皇による申請が行われたみたいなことが書かれているわけですが、実際はそんなことはなかったと思われます。というのも上に藤原の佐根より諸助兄弟がいますが、この人たちが左大臣と右大臣ってことで、政治のナンバーワン、ナンバーツーポストを占めていましたので、実際は藤原法家による、藤原法家主導による政治が行われていたんじゃないかとされていますね。 はい。ちなみに右にいる藤原の諸助の、えー、孫が藤原の道長になります。はい。で、藤原の諸助は自分の娘の藤原の安子を、えー、村上天皇に受代させて、二人の間に乗平親王という王子が生まれました。こうして藤原の諸助は乗平親王の外祖父になりました。 なんですが、諸助は960年に、その娘の安氏は964年に、乗平親王が天皇になる前に亡くなってしまいました。つまり、乗平親王はお母さんとお母さん方のおじいちゃん、両方を失ってしまったわけですね。で、こういう状況の中、村上天皇が967年に崩御し、乗平親王が冷静天皇として即位することになりました。 冷静天皇はこの頃成人していたので、まあ、本来であれば自分で政治は行えたはずなんですが、ただ冷静天皇は狂気の病の持ち主ということで、まあ、現代でいうところのおそらく精神疾患的なものを持っていて、まあ、自分で政治を行えるような天皇ではなかったと考えられているんですね。はい。ということもあって、えー、藤原の佐根りが関白となって冷静天皇を補佐することになりました。 ただ、サネヨはこういう経緯で関白となったわけですが、えー、その権力基盤は盤石とは言えませんでした。どうしてかというと、霊勢天皇にとってお母さん方のおじいちゃん、外祖父にあたるのはあくまでも諸助ですよね。えー、なんですが、その諸助がすでに亡くなったということで、お兄ちゃんのサネヨが今関白を務めているわけですが、この形図をご覧いただければわかるように、サネよりと霊勢天皇の経図というかね、 関係性がちょっと離れてますよね。まあ、要するに、サネよりって、外籍と呼べるような立場ではなかったのに、冷静天皇の関白をやっているという状況なので、まあ、他の有力な一族からすると、なんであいつが関白をやってるんだよって状況だったので、えー、今の状況は、藤原北家にとって、ちょっと危険というか、ちょっと権力基盤が揺らいでいるという状況だったわけですね。はい。そしてこういう状況の中、アンナの変が起こるということで、 次のこの形図を使って説明していきます。まず、冷静天皇の治世はあまり長くないだろうと予想されたので、まあ、早くに冷静天皇の兄弟を次の天皇候補として立てておこうということになったんですが、こうして冷静天皇の兄弟のため平親王と森平親王が、次の天皇候補の名前として上がりました。で、左のため平らの方が年長だったので、 まあ順番で言うと、ため平親王が選ばれるのがふさわしいように思われるんですが、まあ、結果としては、幼い方の、えー、森平親王が交代し、次の天皇予定の人になりました。はい。ではなぜこういうことになったのかというと、まあ、これは諸説あるんですが、まあ、一番よく言われている説としては、た、え、め、ー、平親王は、源の高明という貴族の娘と結婚していたんですね。 ということで、えー、もし源の高明の娘とめ平親王の間に将来の天皇が生まれた場合、この将来の天皇の外祖父は源の高明になりますよね。ということは、今の藤原の法家の立場に源の高明がつくということになりますので、えー、源の高明が次の最高権力者になる可能性が、め平親王が天皇になった場合は、えー、高かったわけですね。 はい。ということでえ、おそらくなんですが、藤原法家がえ、そういう事態を嫌って策略を巡らせて、年長であるため平親王ではなくえ、幼い方の森平親王が皇太子に選ばれたんじゃないかと言われています。はい。そしてこういう状況の中、969年に、おそらくなんですが、藤原氏の策略により、謀反の疑いで源の高明が流罪になりました。この事件を安ンの変と言います。 すで、えー、にお話ししたように、藤原氏にとって、将来天皇の外籍になり得る源高明は非常に強敵でしたので、まあ、強敵だからこそ源高明は、謀反の疑いをかけられ、流罪に処されてしまった、という話になります。 えちなみに今回の動画では、まあ、いきなりこのアンナの辺から始めてるからちょっとわかりにくいですけど、えー、平安時代の初期からこの969年にかけて、これと似たような多種、えー、排斥事件がたくさん起こっていたわけですね。えー、例えば、菅原道真が左遷されて太財府に行くことになったとかね、まあ、そういう話は有名なんで聞いたことあると思いますけど、まあ、そういうのがたくさん起こった結果、藤原の、藤原法家は力をつけていったわけですね。 はい。そしてこのアンナの変はえ、藤原氏による最後の多子排斥運動となりました。えつまりこのアンナの変をもってえ、天皇の外斥になれそうな一族が藤原法家以外は亡くなった。要するに藤原の法家のライバルはいなくなったわけですね。はい。そしてそういう時代に生まれたのが藤原の道長やえ紫式部だったということになります。 ちなみに、これは余談ですが、アンナの変によって、流罪になってしまった、源の高明の当時5歳の娘、えー、源の明子って人は、後に藤原道長と結婚しています。と言っても、あくまでも着災、まあ。いわゆる制裁は、源の子っていう別の人なんですけど、まあ、源の高明の娘の明子は、まあその着妻ではないんですけど、藤原道長と結婚して、えー、何人も子供を産むことになります。 まあこういうこともあるので、まあ、このアンナの変が大河ドラマで直接描かれるかっていうと、まあ、紫式部が生まれた30年前くらいの話なんで、まあ、多分直接は描かれないかなと思うんですけど、このアンナの変によって人生が大きく変わったっていうね、登場人物は結構出てくることになると思いますので、えー、アンナの変からね、解説をさせていただきました。はい。ということで、アンナの変は以上です。続いて、藤原道長のお父さんの話に入ります。 はい。ということで、えー、藤原の金家の権力獲得の道を見ていきましょう。アンナの編の続きをこちらの形図を使って見ていきます。まず、今赤丸が出た霊勢天皇の世の中で、す、え、で、ー、に説明したように、弟の森平親皇が皇太子という状況でした。そして、アンナの編の少し後、霊勢天皇は上位し、えー、弟の森平親皇が遠雄天皇として即位しました。 ただ、園遊天皇はこの時まだ成人していなかったので、えー、藤原の佐根が園遊天皇の摂政となって、えー、政治を行っていました。ただ、その実頼も翌年970年に亡くなってしまいます。こうして時代は藤原の諸助、えー、実頼の弟ですね、えー、藤原の諸助の子供たちが、えー、中心人物となる時代に突入していきます。 でまずは、藤原諸助の長男のこれただ、これまさ、あ、読み方はどっちでもいいんですけど、まあ、この人が順調に、順当に後を継いで、園雄天皇の摂政となりました。ただ、そのこれただも972年にすぐ没してしまいます。こうして、諸助の次男である金道と三男である金家が権力争いをするという状況になりました。ちなみに、金家の五男が道長になります。 なので、えー、金家は諸介の三男だし、道長は金家の五男だしってことで、まあ、全然長男ではなかったんですけど、この金家と道長が最終的な勝者となるわけですね。まあ、その辺の動きはこの、この後見ていきますが、まずこの権力争いですが、えー、金道の方がお兄ちゃんなので、まあそういう点では金道が有利なんですけど、ただ朝廷からもらってる位としては金家の方が高いという状況だったので、まあ、どっちが勝ってもおかしくない状況だったんですね。 でそういう状況の中、まあ、先に結論を言っちゃうと、えー、お兄ちゃんの金道の方が勝利し、円融天皇の関白となりました。では、なぜ金道の方が勝利したのか、この図を使って簡単に見ていきます。まずすでにお話ししたように、969年に冷静天皇が上位し、円融天皇が即位しました。ただ、実はその1年前の968年に、 えー、藤原のこれただの娘の藤原の海子と霊静天皇の間に、えー、諸貞神皇という王子が生まれていました。なので、遠友天皇が即位したとき、次の天皇、皇太子は諸貞神皇だよというふうに決まっていました。というのも、遠友天皇はあくまでも霊、まあ、静天皇に、まあ、いわゆる狂気の病があるから、まあ、一旦弟に天皇になってもらいましょうね、みたいな感じで、 円融天皇って中継予定の天皇だったんですね。えなので次の天皇皇太子は諸貞神皇ってことで、円融天皇の後、再び霊勢天皇の方にえ皇位継承のルートを戻すっていうふうに決まってたんですよ。で、こういう状況だったので、えー、道長のお父さん、藤原の金家は円融天皇ではなくて、えー、霊勢天皇の方に娘の長子を受大させていました。 はい。それに対して、藤原の金道の方は、娘を園雄天皇に受大させていたわけですね。はい。で、こういう状況で、えー、藤原のこれただが亡くなって、えー、金家と金道の兄弟対決が起こることになります。で、こういう状況の中、園雄天皇にとって金家と金道、どっちが信頼できるかっていうと、まあ、やっぱり娘を自分に嫁がせてくれている金道の方が信頼できるわけですよね。 はい。ということで、まあ、ここら辺は諸説あるんですが、おそらくこういう事情があった、あったことにより、遠友天皇は、金道の方を漢白に任命したのではないか、と考えられます。はい。こうして、金道の方が漢白になったわけですが、金道からすると、金家は弟でありながら、えー、かつ最大の性的、ライバルになりますので、金道が漢白の間、性的である金家は、全く出世させてもらえませんでした。 え、金道が関白になった年は、972年節と974年節の2つあるんですが、まあ、いずれにせよ、金家の息子の藤原の道長は966年生まれですので、えー、つまり道長が幼い頃に、えー、お父さんの金家はずっと不遇の時代を過ごしていたということになりますね。はい、そんな感じで金道が関白をやっていたんですが、 977年、その金道が中徳でいつ亡くなってもおかしくないという状況になりました。こういう状況の中、金家が金道の家を素通りし、天皇に私を関白にと打診するという面白い事件が起こっていますえ。これどういう事件かというと、まず今金道は重徳なので、もちろん家で伏せて休んでるわけですねで。その金道の家の方に向かって金家の え、一行がなんかやってきてるぞってことで、それで金道は、ま、性的とはいえ弟だし、え、弟の金家が私のことを心配してお見舞いに来てくれたんだな、みたいな感じで、え、弟の金家に感心するわけですね。で、それで金道は体が辛いにもかかわらず、ちゃんと金家を、こう、家にね、招き入れる準備をしていたんですよ。なんですけど、本当は金家は別に全く金道の家には用事はなかったので、 え、金家は金道の家を素通りし、そのまま代理の方に行って、え、天皇に対して、あいつが死んだら、次は私を関白にしてくださいと打診した、というエピソードが残ってるんですね。で、まあ、これが本当かどうかはわからないんですが、まあ、事実として金道は、えー、この事件にぶち切れたのか、えー、金道は死ぬ直前に金家のことを降格させて、弟の金家ではなく、いとこの頼忠の方を関白にしました。 はい。で、今説明した、まあ、このね、え、金道の家、素通り事件については、まあ、大鏡っていう平安時代の終わり頃に書かれた資料に書かれてるエピソードなので、まあ、これが本当かどうかはわからないんですが、まあ、今までお話ししてきた内容からわかるように、金家と金道兄弟は対立してましたよね。はい。ということで、まあ、最終的に金道は、弟の金家のことを降格させて、弟ではなく、いとこの頼忠を関白に任命しました。 はい。こうしてまた、道長のお父さんの金家は出世することが叶いませんでした。一体ここからどうやって出世していくのでしょうか。その辺をこちらのスライド、この形図を使って見ていきます。まず、金道が死ぬ直前に関白に指名したのは、今赤丸が出た藤原の頼忠という人になります。形図をご覧いただければわかるように、金家にとってはいとこにあたる人になりますね。 でしかも、頼忠は、娘の淳子を円融天皇に、えー、受代させていました。でこれに負けじと、金家の方も娘の戦士を円融、えー、天皇に受代させています。ただ、円融天皇の中宮、つまり、まあ、いわゆる制裁は淳子の方でした。なので、このまま順調に、えー、藤原の淳子と円融天皇の間に、もし、えー、王子が生まれれば、 藤原の頼忠の家系が今後の絶対的な権力者となっていき、まあ、金家の出世はもう難しいというところまで来ていました。ただ、ここで最終的に金家の方が運を味方につけることになります。えー、藤原の淳子の方が遠融天皇の中宮だったんですが、えー、その淳子との間には遠融天皇は子供は生まれなかったんですが、えー、金家の娘の戦士との間には、 980年に安人親王という王子が生まれました。こうして金家は、もし将来安人親王が天皇になることがあれば、自分は天皇の外祖父になれるという立場になったわけですね。まあ、本当にこの辺の動きを見ていると、自分の娘を天皇に嫁がせた後に、えー、王子が生まれるかどうかによって、今後の人生が大きく左右されるっていうね。 まあそういう平安時代中期の外籍政策のあり方がよくわかるっていうか、まあ、外籍政策の不安定さみたいのがよくわかる事例ですよね。はい。こんな感じで、まあ、とにかく、よりただの娘との間には子供が生まれなかったんですけど、金家の娘の戦士との間には安人親王が生まれました。はい。で、今の天皇は遠友天皇なわけですが、984年に遠友天皇が上位し、 皇太子であった諸貞神皇が火山天皇として、えー、即位することになりました。そして火山天皇の即位にあたって安人神皇が皇太子に選ばれました。はい。ところで、なぜ遠友天皇は天皇を辞めて、えー、火山天皇に天皇の座を譲ったんでしょうか、まあ、今から話す内容は、憶測の域は出ない話になるんですが、えー、遠友天皇って中継ぎの予定の天皇だったわけですよね。 なんですが、今、園雄天皇には、安人親皇という王子が生まれたので、当然、園雄天皇は、自分は中継ぎの天皇では終わりたくない。自分の息子に将来天皇になってほしい、って気持ちがあったと思うんですね。で、その上で、藤原の金家にとっても、自分の孫である安人親皇に将来天皇になってほしい、という気持ちがありました。こうして、金家と園雄天皇の間で、 安人新皇将来天皇にしたいという思いが一致し、この二人が協力することで、まあ、さっさと火山天皇に、天皇譲る代わりに、火山天皇の後の天皇は安人親皇だよっていうね、そういう方向に持っていったんじゃないかっていうふうに考えられてますね。はい。ということで、ちょっとね、えー、説明が煩雑で分かりにくかったかもしれませんが、まあ、とにかく、えー、金家の孫である安人親皇が皇太子になったことで、 え、ネ家は皇太子の外祖父というところまで登り詰めました。はい。と言っても、今の天皇はあくまでも火山天皇です。なので、火山天皇が天皇を辞めない限り、安人神皇は天皇になることはないので、まあ、イ家からすると、さっさと火山天皇は天皇を辞めてくれないかなというねえ、おそらくそういう気持ちだったんじゃないかなと思いますで。こういう状況の中、金家にとっては非常にラッキーなことに、 火山天皇は非常に権力基盤が弱い天皇でした。えー、どうしてそう言えるのかというと、まず火山天皇の外祖父は藤原のこれただなわけですが、す、え、で、ー、に見たようにこれただは972年に亡くなっています。そして火山天皇のお母さんであり、これただの娘である藤原の海子も、えー、この頃にはすでに亡くなっていたわけですね。えー、つまり火山天皇はお母さんと外祖父の両方がいないという天皇でした。 さらに言うと、火山天皇の下でも、今赤丸が出ている、頼忠が関白をやっていたわけですが、形、まあ、図を見ればわかるように、火山天皇と頼忠の、えー、距離がちょっと遠いというかねか、関係性がちょっと弱いですよね。ということで、えー、火山天皇は非常に権力基盤が弱い天皇だったので、えー、安人神皇にさっさと天皇になってもらいたい藤原の金家は、えー、火山天皇に天皇をやめてもらおうというふうに考え始めました。 そして、こういう状況の中、大きな事件が起こります。というか、金家が起こします。まず、火山天皇は、まあ、結構女性好きの天皇だったというか、まあ、結構その、女性に依存しすぎるタイプの、寵愛しすぎるタイプの天皇だったとされていて、まあ、実際に火山天皇の寵愛する女性が亡くなった時に、え、天皇は失意のあまり、天皇を辞めて出家しようと考え始めるんですね。 で、そこで、藤原の金家の三男に、道金って人がいたんですが、道金は当時、クロードといって、天皇の秘書みたいな役割をしていたので、天皇と仲が良かったんですね。で、その道金が、私も一緒に出家します、みたいな感じで、火山天皇の出家を後押ししました。はい。こうして、道金と天皇は一緒に出家するために、密かにお寺へ向かいました。 そして、なんと、その隙にお父さんの金家が天皇の即位に必要な三種の神器を勝手に安人神皇のもとに運び出しました。なんかね、もう笑っちゃいたくなるっていうか、まあ、結構ひどいことやってるなと思いますけど、まあ、要するにどういうことかっていうと、今金家の息子の道金は、 火山天皇に一緒に出家しましょうよって後を押してあげてるわけですけど、それは決して親切心でそういうことをやってるわけではなくて、お父さんの金家と測って火山天皇にさっさと天皇を辞めてもらうために一緒に出家しましょうよみたいなことを言ってるっていう話ですね。はい。そしてそうとは知らない火山天皇はそのまま結局出家してしまいました。ちなみになんやかんやで道金は出家していません。はい。こうして火山天皇はえ天皇を辞めることになり、 安人神皇が一条天皇として即位することになりました。えー、この一連の事件のことを986年に起こった関ンの変と言います。ちなみに、火山天皇が即位したのは984年ですので、まあ、たったのね、2年も経たないうちに火山天皇は天皇を辞めることになってしまったということになります。そして、この関ンの変によって、いよいよ一条天皇が即位し、 えー、藤原の金家は念願だった、えー、天皇の外祖父になりました。そして一条天皇はまだ幼かったので、金家が摂政として代わりに政治をする立場になりました。はい。こうして金家は外祖父兼摂政になったわけですが、実は今までも、えー、摂政になった人は何人もいるんだけど、えー、外祖父摂政になったのは、百何年前の藤原の義房以来なんですね。 えついに藤原の金家は吉封以来の外祖父摂政という最高の権力者に登り詰めました。しかも金家の改心劇はこれだけでは終わりませんでしたえ。どういうことかというと、まず今は金家は一条天皇の外祖父として摂政をやっていますという状況でしたよね。で一条天皇は戦士と園雄天皇の間に生まれた子供でした。はい。ただそれだけではなくて金家は 実はすでに、金家と金道兄弟の対立のあたりで説明済みなんですけど、えー、もう一人の娘である長子を霊勢天皇の方に嫁がせているんですね。そしてこの二人の間に、沖貞神皇、癒、ま、貞、あ、神皇と発音することもありますが、えー、王子が生まれていました。ということで、一条天皇が即位した時に、沖貞神皇が皇太子だよというふうに決まったんですね。 でこの形図をご覧いただければわかるように、皇太子である沖貞親王にとっても金家は外祖父ということになります。はい。こうして長いことね、えー、不遇の時代を過ごしてきた金家ですが、えー、現在の天皇の外祖父であり、そして次の天皇、皇太子の外祖父でもあるというふうに、最高の権力を握ることができました。はい。それではここから別日の撮影になりますが、続きをやっていきましょう。 若干音量のバランスが変わったかもしれないので、えー、気になる方は調節をお願いします。はい。今、道長のお父さんの金家が権力を持った、権力者となったというところで終わっていましたね。えー、それでは続いての話。しばらく紫式部の話ができていなかったので、えー、紫式部のお父さん、ため時の出世と没落を見ていきましょう。ちょっと時を戻して、984年に火山天皇が即位したところからお話しします。 ま結局、火山天皇の治世は2年足らずで終わってしまったという話はすでにしましたがえ、火山天皇が即位したことで、紫式部のお父さんのため時は大きく出世することになりました。なぜ出世することができたのかというと、まず火山天皇の時代、火山天皇のお母さん方のおじである、え下の系図で赤丸がついている藤原義鹿という人が牽制を振るいました。 そして、ため時の妻、つまり紫式部のお母さん、あの、早くいなくなっちゃったお母さんですね。えその人と藤原義親の妻がいとこの関係にありました。で、おそらくそういうつてから、ため時は火山天皇がまだ天皇になる前、え諸貞親王だった頃に、諸貞親王の公子補佐役みたいな仕事をしたことがあったんですね。はい、そんな感じでため時は火山天皇だったり、その側近の藤原義親と、 えー、良好な関係を築いていました。で、それがおそらくプラスに働いた結果、火山天皇が即位した後、ため時は、えー、式部の城に就任することができました。えー、この式部の城の式部が紫式部の式部にね、えー、由来してるって話はすでにしています。はい、ちなみに式部の城というのは、 えー、朝廷内の学問とか、そういう仕事を司っている部者の役人のことを言うんですけど、えー、指揮部署で働くというのは、大学出身者にとっては、えー、出世コースだったらしいので、はい、ため時はね、その出世コースに乗ることができました。またそれだけではなく、ため時は、仕組む土壌に加えて、えー、6位のクロードという仕事にも就任しました。えー、6位のクロードっていうのは、まず朝廷からもらってるくらいは6位なので、まあ、全然低いわけですね。 はい。位は低いんですけど、ただ、クロードっていうのは天皇の秘書的役割になるので、まあ、朝廷からもらってる立場としては低いんだけどえ、天皇のおそばで使えることができるっていう、すごい、その位が低い人にとっては誉れある仕事だったわけですね。はい。こんな感じで、ため時は火山天皇の時代、えー、すごく出世することができました。はい。しかし、この後すぐため時は没落することになります。なぜかというと、すでにお話しした通り、 火山天皇の治世は2年足らずで終わってしまったわけですよね。はい。ということで、まあ、この辺はすでに解説しているので、結論だけパパッと言いますが、986年にカンナの変が起こって、えー、これにより火山天皇は出家し、一条天皇が即位することになりました。そして、えー、天皇が変われば、朝廷内の人事も大きく変わりますので、えー、結果、ため時は式部の城クロードを解任させられ、 えー、その後、986年から996年まで、えー、約10年間無冠という状態が続きます。えー、ちなみにこの10年間、えー、司会とか歌会とか、そういうのを含め、一切資料にため時の名前が登場しないので、まあ、本当にね、表舞台にはいなかったというか、ずっと無冠状態だったんだと思います。はい。こうして、紫式部は14歳から24歳の時、 え、約10年間、父、ため時が無冠という状態で過ごすことになりました。はい。ため時の出世と没落の話は以上です。続いて、紫式部の話は一旦置いといて、また朝廷内の権力争いの話に戻ります。えー、ということで、藤原の貞子と秋子を見ていきましょう。ちなみに、すでにお話ししましたが、平安時代は、まあ、特に女性については、名前の読み方、発音の仕方が分かってないことが多いので、 サダコとアキコではなくて、亭主と称ョというふうに読んだりすることもあるんですが、えー、この動画では大河ドラマの読み方に合わせて、サダコとアキコというふうに呼ぼうと思います。別にどっちが正解ということは全くありません。はい。で、まず今の状況を確認すると、えー、藤原の道長のお父さんの金家が、一条天皇のもと、外祖復権、摂政として権力者となったという状況でした。 はい。ということで、金家が権力者になったことで、金家の息子たちが大出世することになりました。具体的に言うと、金家の長男の道高、三男の道金、そして五男の道長が大きく出世することになりました。ちなみに、なんで次男と四男の名前がないのかっていうと、次男と四男は、いわゆる制裁ではない女性が産んだ子供だったわけですね。 はい。ということで、正妻の子供である長男の道高と三男の道金と五男の道長が大きく出世することになりました。まあ、特に道長は超ラッキーでしたえ。どういうことかというと、お父さんの金家って結構不遇の時代が長かったですよね。でちょうど道長がまだ幼くて正解デビューする前にえ金家は不遇だったんですよ。 ちょうど金家が権力者になるタイミングで、えー、道長は正解デビューしたので、えー、道長は正解デビューすると同時に、若くにして一気に出世することができたわけですね。はい。そんな感じで、えー、道長は超スーパーラッキーボーイでした。はい。という感じで、まあ、金家が出世したことで、子供たちも出世したわけですが、えー、990年、そのお父さんの金家がついに亡くなりました。えー、その後は、えー、順当に長男の道高が後を継いで、 え、道高が一条天皇のもと、関白に就任しました。関白になった道高は、娘の貞子を一条天皇の中宮にしました。ただこれはかなりの裏技を使って貞子を一条天皇の中宮にしています。えどういうことか解説するために、まず用語の確認をすると、天皇の制裁を指す立場のことを皇后と言います。 で中宮というのは皇后の別称になりますので、えつまり皇后イコール中宮で、どちらも天皇の制裁を指す立場というかね、えポストということになりますで。皇后よりワンランク下がると女王、女王よりもワンランク下がると皇位という立場になりますね。はい。で重要なのは、皇后の定員は皇室で1名しかいちゃいけないという決まりがありました。 で、藤原の道隆が娘の貞子を一条天皇の中宮にしようと思ったときはえ、実はですね、英雄上皇の妻の藤原順子が皇后だったのでえ、つまり制裁の枠が空いてなかったわけですね。はい。じゃあなんでこんなことになってるかっていうと、あの天皇を辞めた人は上皇というふうに立場が変わりますよね。それと同じで、え先代の皇后は皇太后。 先々代の皇后は、対抗対抗というふうに立場が変わるんですけど、えこの頃、皇后とか皇太后とか対抗対抗とか、ここら辺のポストが、ダブついちゃってて、すべて枠が埋まってるって状況だったんですよ。なので、え藤原の道隆は、娘の貞子を一条天皇の中宮、つまり制裁にしたいんだけど、その枠が空いてないって状態だったので、え道隆は困っちゃったわけですね。はい、そこで道隆は、 皇后ととの立場をを分離させようといういい裏技を使いましたどういうことかというと、まず前提として、皇后イコール中宮で、中宮というのは皇后の別称でした。でその皇后の立場は、遠友上皇の妻の藤原順子で埋まっているという状況でした。でそこで困った道高は、まあ、本来であれば皇后イコール中宮で同じものだったんですが、これを切り離して別のものにしました。要するに、 皇后の他に中宮という、えー、天皇の制裁枠をもう一つ新たに設けたわけですね。そしてこの中宮の方に藤原の貞子をねじ込んだということで、こうして藤原の貞子が一条天皇の中宮、つまり制裁になりました。はい。で、まあ、この時はそんなに大きな問題は起こりませんでした。というのも結局のところは、遠遊上皇の制裁が藤原の順子で、一条天皇の制裁が藤原の貞子って状況なので、 それぞれの天皇にそれぞれ着災というか制裁がいますよみたいな状況なので、この時はそんなに大きな問題にはならなかったんですが、ただ今、皇后と中宮という制裁枠が2つになってしまったわけですよね。ということで、後に一条天皇という1人の天皇に対して、皇后と中宮という2人の制裁がいますよというおかしな状況が生まれてしまうわけですね。 はい。ということで、まあ、それはその時になったら説明しようと思うんですが、まあ、とにかくこの時、皇后と中宮が別のものになって、えー、天皇の制裁枠が二つになってしまった、ということを覚えておいてください。はい。で、ちょっと話が変わりますが、えー、こんな感じで、一条天皇の中宮になった、藤原の貞子に仕えていた女房の一人が、かの有名な聖章納言ということになります。え、聖昌納言のプロフィールを簡単に紹介すると、 まず、お父さんの清原の元助は中流貴族で歌人でした。この辺は紫式部のお父さんと似た感じだなと思いますよね。ちなみに清少納言というのは職場で呼ばれていた女房名なんですけど、その由来は清原のということで、清、プラス、あと官職名に昭納言というのがあるので、それがくっついて清少納言になったと思われます。 ただ、清原一族に小納言のポストについた人がいないらしいので、えどっからこの小納言が来たのかはよくわからないらしいんですけどね。まあ、とにかく、聖小納言と呼ばれていたと思われます。まあ、聖プラス小納言なので、正確には聖小納言というふうに発音した方が正しいのかなと思うんですけど、まあ、この動画では聖小納言というふうな発音のね、仕方でやっていこうと思います。はい。聖小納言は、すごく白色な女性でしたので、 まあ、おそらくなんですが、中宮貞子の教育係を期待されて、中宮貞子の女房として使えることになったと考えられています。で、枕の奏司とかをご覧いただければわかるんですけど、えー、清少納言ってすごいウィットに富んだ会話が得意というか、まあ、そのね、気の利いた会話とか、風流な会話とかが得意な女性でしたので、まあ、そんな感じで貞子からすごく寵愛される女房の一人になりました。 で、その女房として働いている間に枕の創始を執筆していたわけですね。はい。ということで、聖章ナゴンの簡単なプロフィールはこんな感じになりますが、聖少ナゴンと紫式部というと、ライバルみたいなイメージが強いですよね。はい。その辺の関係については、後に詳しく見ていこうと思います。はい。では、一旦ここで聖少ナゴンは置いておいて、また朝廷のね、権力争いに話を戻します。今、藤原道長のお兄ちゃんの、 えー、道高が最大の権力者という状況ですが、こういう状況の中、995年に疫病により苦行が大量死しました。えー、確か苦行のトップ8のうち6人くらいが亡くなってますので、もう本当に大量に人が死んだわけですね。で、こういう流れの中で道高も亡くなりました。まあ、ちなみに言うと道高は疫病ではなく糖尿病で亡くなったと考えられてますね、まあ。よく言われる話ですが、平安貴族って糖尿病にかかっていた人がすごく多くて、 藤原の道長も糖尿病だったんじゃないかって言われてますね。はい。で、そんな感じで道高が亡くなったので、弟の道兼が後を継いで関白になりました。え、道兼というのは、兼家の三男で、あの火山天皇に一緒に出家しましょうよというふうにね、後押しした人になりますね。で、その道兼が関白になったはいいものの、今疫病が大流行ということで、まあ、結局道兼は数日後に亡くなってしまいました。 はい。ということで、道金は関白になってたった数日で亡くなったので、えー、この出来事は7日関白というふうに呼ばれています。その後、道金が亡くなったことで、えー、その後をめぐって、えー、道金の弟の道長と、えー、藤原の道隆の息子のこれちかが権力争いをすることになりました、えー。ちょっとね、登場人物が多くなってきてわかりにくいと思うので、ケースを使ってこの辺の動きを整理します。 まず、藤原の金家が権力者となったわけですが、990年に亡くなりました。で、その後、長男の道隆が後を継いだんですが、その道隆はおそらく糖尿病で995年に亡くなります。で、それを受けて、弟の道兼が関白になったんですが、その道兼は7日関白ということで、あっという間に亡くなってしまいました。こうして残された金家の5男の、 えー、藤原の道長と道高の息子のコレチカ。この二人が権力争いをするようになったということになります。で、この二人の戦いはあっけない結末を迎えます。えー、藤原のコレチカが女性関係の勘違いから火山法王一行と乱闘に及ぶ超、えー、徳の変と呼ばれるスキャンダルを起こしてしまったんですね。えー、具体的に言うと、コレチカの恋人がいたんですけど、えー、その女性がいる家に火山法も通ってたんですね。 なんだけど、火山法は、そのコレチカの恋人を狙ってたわけじゃなくて、別の女性に会いにその家に通ってたんですよ。なんだけど、コレチカは、俺の女を取るつもりかみたいな感じで勘違いしちゃって、火山法を行こうと乱闘に及ぶというスキャンダルを起こしてしまったわけですね。はい。こうして、藤原のコレチカは左遷されることになりました。実は後に戻ってきたりするんですけど、その後ね、なかなか出世はできなかったわけですね。はい。ちなみに、この蝶徳の変というスキャンダルについては、 別に藤原道長の策略とかではなくて、まあ、本当にこれちかが勝手に起こしたスキャンダルだと考えられてますね。はい。こんな感じで藤原道長は、お兄ちゃん二人が亡くなった、プラス、お、えー、いのこれちかがスキャンダルを起こしてくれる、というある種ラッキーな形で、えー、藤原道長が権力を握ることになりました。はい。その後の動きをこの形図を使って解説していきます。まずちょっと復習から入りますが、 えー、藤原の道隆の娘の貞子が一条天皇の中宮になっていましたよね。ということで、この段階では道隆の家系こそが破砂になるという状況だったんですが、えー、その道隆が995年に亡くなっています。はい。こうして道長とこれカが権力争いするようになったんですが、えー、先ほど説明したスキャンダルにより、これカは左遷されました。はい。ということで、こうして道隆の家系は、えー、没落してしまったわけですが、 と言っても、一条天皇の中宮は藤原の貞子だし、一条天皇は貞子のことをかなり長愛しているという状況でした。で、こういう状況だったので、えー、藤原の道長は自分のまだ12歳の娘である藤原の秋子を999年に一条天皇に嫁がせました。と言っても、えー、貞子が中宮ですので、秋子はそこからワンランク下がる女御という立場になります。 ただ、女子とはいえ、娘を一条天皇に嫁がせることに成功したわけですね。ただ、これとほぼ同時に、一条天皇と、中宮の貞子の間に、厚康新皇という第一王子が生まれました。で、こうして貞子との間に第一王子が生まれたということで、一条天皇は、ますます貞子を寵愛するようになりますので、皇宮内における藤原の秋子の存在感が下がってしまうわけですよね。 でそこで危機感を覚えた藤原道長は、秋子のことをご利用しし、えー、ちょうど1000年に藤原の秋子を一条天皇の中宮にしました。秋子が中宮になったということは、もともと中宮だった貞子は、えー、制裁の枠を下ろされてしまったのかなと思ったかもしれませんが、えー、そうではありません。覚えてるでしょうか道高の時代に皇后と中宮が、えー、別のものになって、制裁枠が2つになっていましたよね。 ということで、秋子が中宮になったことで、この時、皇后の枠が空いていたので、貞子の方は皇后になりました。こうして、一条天皇という一人の天皇に対して、皇后の貞子と中宮の秋子という二人の正裁格の人がいるっていう難しい状況が生まれてしまったわけですね。はい、ということで、まさにね、こんな感じの状況だったわけですが、 まあ、ハーレムといえばハーレムなんですけど、一条天皇は、ワイハーレムだみたいな感じで、えー、楽しむ気持ちにはなれなかったと思います。というのも、まあ、一般的には、一条天皇は皇后の弟子の方、えー、貞子ですね。えー、貞子の方を寵愛していたとはされているんですが、まあ、かといって、中宮の秋子の後ろには、最大の権力者である藤原道長がいますので、まあ、当然、秋子のことないがしろにはできないわけですね。ということで、一条天皇は、 まあ、二人のね、正彩格の女性の板挟み状態っていうか、まあ、結構難しい状況に置かれてしまったと思われます。はい。まあ、とにかくこんな感じで、一条天皇のもとに皇后の貞子と中宮の明子という二、えー、人の正彩格の女性がいるっていうおかしな状況が生まれてしまいました。ただ、この状況はすぐに終わりを迎えました。皇后の貞子が翌年1001年に南山の末亡くなってしまったんですね。 はい。こうして、一条天皇の唯一の着彩格となった秋子と、そのお父さんの道長が残された厚安神皇を貢献するようになりました。経図で確認すると、まず一条天皇と貞子の間に厚安神皇という王子が生まれています。なんだけど、その貞子が亡くなってしまったわけですね。でこの時、秋子はまだ14歳とか、そのくらいの年齢なので、一条天皇との間にもちろん子供はまだいないわけですが、 子供が生まれるかどうかってすごく難しい問題なので、このままアキコが成長しても、場合によっては、一条天皇との間に子供が生まれない可能性もなくはないわけですよね。でそうなった時に、厚安親王っていうのは、将来天皇になる可能性がある王子でしたので、道長からすると、その厚安親王とは良好な関係を築いておきたいわけですね。はい。こうして、道長の娘のアキコが厚安親王を養育するようになりました。 はい。ちなみに仕えていた貞子が亡くなったということで、えー、その後、聖章納言は宮遣いをやめています。はい。藤原の貞子と明子は以上です。続いて、紫式部の話に入りましょう。いよいよ、源氏物語の執筆を見ていきます。まず、これは復習になりますが、986年に火山天皇が出家した後、父のため時は、996年まで約10年間無冠状態でした。 紫式部の年齢で言うと、14歳から24歳までお父さんは無関状態でしたで。こういう状況でしたので、987年に藤原道長の着災である、源智子に紫式部が女房として仕えたという説があります。ただこういうエピソードが載っているのが全て後世の資料ですので、まあ、歴史学的に言うと可能性は低いとされているようですね。 えなんですが、大河ドラマでこの説が採用される可能性は、まあ、結構あるのかなと個人的には思っています。というのも、えー、道長の妻に紫式部が仕えていたという設定にすれば、まあ、道長と紫式部の関係性が描きやすいというか、まあ、その道長の出世とかを紫式部が女房という立場で見ていたというふうにね、描けますので、まあドラマ映えするというか、ドラマとしてはやりやすい設定なので、 えー、この説が採用される可能性はあるのかなと思っています。はい。なんですが、まあ、こういうエピソードが載ってるのは、後世の資料だけですので、まあ、歴史学的には、えー、道長の妻に紫式部が女房として仕えていた可能性は低いとされています。はい。で、いずれにせよ、お父さんのため時は、まあ、ずっと無関状態だったわけですが、えー、いよいよチャンスがやってきます。えー、996年に、おそらくなんですが、 そう、えー、からやってきた商人の対応のために、えー、観学者であったため時が、越前の国へ赴任することになりました。はい。こうしてこれに紫式部もついていって、えー、24歳の時、紫式部は、父と共に越前の国へ下校することになりました。まあ、下の地図を見てもらえばわかるように、まあ、越前の国って現在でいう福井県なので、 まあそんなにね、京都からは離れてないんですけど、ただまあ当時は車とかもないし、交通事情とかもね、えちゃんと整ってないので、まあ、なかなかのね、旅を経ての越前の国入りだったわけですね。で、紫式部にとって越前の国の暮らしは、まあ、結構大変だったんじゃないかなと言われています。 というのも、この越前の国に、まあ、結局1年半くらいいることになるんですけど、その間に都をこう懐かしむような歌を歌っていて、まあ、そういう歌は残ってるんですけど、越前の国の風景とか、そういうのを歌った歌っていうのは全く残ってないんですね。ということで、まあ、紫式部にとって越前の国で暮らすのは、まあ、結構辛かったんじゃないかなと想像されていますね。まあ、やっぱりね、没落しているとはいえ、中流貴族の娘ですので、 ま、そのねえ、貴族の娘が都を離れて地方で暮らすっていうのは、まあ、結構大変なものがあったのかもしれません。はい、そんな感じで越前の国で1年半くらい暮らしていたんですが、その後、998年に紫式部は、え藤原の信孝という人と結婚するために、都に帰ることになりました。この時、紫式部は26歳で、 当時で言うとすごく晩婚だったので、実は二度目の結婚だったんじゃないかという説もあったりしますね。ただまあ紫式部が晩婚になったのはしょうがなくて、14歳から24歳の間、お父さんが無職状態でしたので、まあ、結婚どころではなかったという話なんだと思います。はい。で、いきなり名前が出てきた夫となった藤原信孝って誰かというと、この人は紫式部とまたいいとこで、 お父さんのため時の元同僚になります。た、え、め、ー、時って火山天皇の時代、クロードを務めたりして、ちょっと出世してた時期がありますよね、えー。その時の同僚になります。で、お父さんの同僚ということで、信高はこの時すでに45歳くらいだったと考えられてますね。で、今だと60歳で初老というね、感じですが、えー、当時は40歳で初老という感じでしたので、まあ、すでにかなり年を取った男性と結婚したということになります。 でこの二人の馴れそめについてははっきりとは分かっていませんが、まあ、お父さんの元同僚ですので、お父さんを仲介人として二人が出会って、まあ、結婚することになったんじゃないかと考えられてますね。まあ、越前の国に行く前からそういう話があったのか、それとも越前の国に行った後に信孝からそういうね、結婚しませんかみたいな話があったのか、まあ、その辺についてはわからないんですが、まあ、とにかく紫式部はお父さんの元同僚の ま、結構ね、す、え、で、ー、に歳をとっている男性と結婚することになりました。ただ、この時信孝はすでに45歳くらいですので、正、え、妻、ー、は別にいました。ということで、正、え、妻、ー、着妻は別にいたので、紫式部と信孝が同居することはありませんでした。まあ、源氏物語の詳しい内容については、後日別の動画で解説する予定なんですけど、 もしかしたらこの辺が源氏物語に影響を与えているのかもしれませんね。あの、読んだことある人はわかると思うんですけど、源氏物語って女性が光源氏が家にやってくるかどうかを待つみたいなシーンが結構多いんですね。まあ、その辺は紫式部が旦那と一緒に暮らさずに旦那が家に来るかどうかを待つ身だったので、まあ、その辺が反映されているのかもしれませんね。しかもお父さんも、あの、妻が亡くなった後に5歳の家に通いまくってましたよね。 まあそんな感じだったので、まあ、そこら辺が影響して、まあ、源氏物語にね、ああいう女性が男性を待つシーンっていうのがたくさん描かれることになったのかもしれません。はい。で、ちなみに余談ですが、えー、この夫となった信孝は結構派手な性格だったんじゃないかと予想されています。というのも、聖少納言が書いた枕の子の中に、えー、お寺に参拝するにもかかわらず、めっちゃ場違いな なんか、ピカピカの派手な服を着ていたっていうね、え、信孝が着ていたってエピソードが書かれてるんですね。はい。そういうところから、まあ、結構、信孝は派手な性格だったんじゃないかと予想されています。はい。で、この二人が結婚した後のエピソードですが、えー、千葉喧嘩の歌が残っていますね。まあ、一つだけ紹介すると、あの、紫式部が信孝に手紙を出したんですね。で、あろうことか信孝はその手紙を別の女性に見せちゃったんですよ。 ま、あ嫌ですよね。今で言うと、旦那に送った LINE とか、えー、メールの文章を他の人に見せられたって感じなので、まあ、それは当然紫式部は起こります。で、それに対して、信孝が、まあ、若干逆切れモードで、えー、私との縁をもう切ろうというおつもりなんですかみたいな歌を紫式部に送ったんですね。で、それに対して紫式部が、えー、縁を切るのもいいと思いますよ、みたいなね、歌を送り返したっていうエピソードというか、まあ、そういう歌が残ってますね。 まあそこら辺からね、紫式部が20歳くらい年上の旦那であっても、まあ、強気な姿勢でね、えー、立ち向かうという、まあ、そういう紫式部のまあ元気の強さなんかが分かって、まあ、面白いエピソードですよね。はい。そんな感じで、まあ、喧嘩の歌なんかもありつつ、まあ、なんやかんや仲は良かったようで、えー、結婚した翌年、999年に、えー、紫式部の唯一の子供である娘の剣士が生まれています。 はい。で、そろそろ紫式部が朝廷デビューする時期が迫ってますので、え朝廷の動きを確認しておきます。すでにお話しした話になりますがえ、翌年1000年に一条天皇という一人の天皇に対し、皇后の貞子と中宮の秋子という二人の制裁格がいるという状況が生まれています。ただ、すでにお話ししたように、翌年1001年に貞子が亡くなったという状況です。 はい。で、この1001年は紫式部にとってもとても悲しい年になりました、えー。夫の信孝は結婚した時点ですでに初老近い男性でしたので、千、えー、1001年に信孝が亡くなってしまったんですね。えー、死因はわかっていませんが、まあ、この頃は疫病が流行っていたので、まあ、もしかしたら疫病にかかったんじゃないかと言われてますね。はい。こうして紫式部は、まあ、結婚してから2、3年くらいですかね。えー、そのくらいで、 夫に先立たれてしまって、29歳で一人身になってしまいました。そして、おそらくなんですが、信鷹が亡くなった後に紫式部は、源氏物語の執筆を開始したんじゃないかとされていますね。なぜそう言えるかっていうと、紫式部本人が書いた紫式部日記っていう重要な資料があるんですけど、そこにこのような記載があります。 夫が亡くなってから涙に暮れている。私と娘はどうなってしまうのだろう。でもこんな状況でも物語について話せる友達がいた。気心の知れた仲間と付き合う世界では辛さを味わうことを免れていたという記載があるんですね。 でこういう記載から察するに、おそらく紫式部は、没頭をなくした後、まあとに物語に没頭するようになっていて、まあ、自分で物語を書き始めたりとかして、まあ、友達とね、見せ合ったりとか、そういうことをしていたんじゃないかというふうに予想されるわけですね。はい、ということで、まあ、紫式部が「源氏物語」の執筆をいつ開始したかっていうのは、まあ、これくらいしか判断材料がないので、まあ、実際のところは分かりません。まあ、いろんな説があって、 まあ、結婚する前から書いていたんじゃないかとかね、いろんな説があったりするんですが、まあ一番有力な説としては、夫が亡くなった後に物語に没頭するようになって、えー、このタイミングで源氏物語の執筆を開始したんじゃないかとされています。はい。源氏物語の執筆は以上です。続いて、いよいよ紫式部が朝廷で働くことになります。ということで、藤原の秋子に出資を見ていきましょう。 紫式部は1006年頃におそらくなんですが、源氏物語の評判を聞いた藤原道長の要請を受ける形で、道長の娘の秋子の女房として仕えるようになったとされています。えー、紫式部が秋子に仕えた年は1005年節とか1006年節とかあって、はっきりとはしていないんですが、もし1006年だとすると、この時紫式部は、えー、34歳ということになります。 はい。では、源氏物語の評判を聞いた藤原道長の妖精でって一体どういうことでしょうか、えー、この辺を説明するために、まずは現状を整理します。まず、一条天皇と貞子の間に厚安親皇が生まれたんだけど、貞子が亡くなってしまったので、秋子が厚康親皇を養育しているというところまで説明していました。 そして紫式部が秋子に1006年に仕えたとすると、もうこの頃には秋子は子供が生まれてもおかしくないというくらいの年齢になっていたんですが、ただ一条天皇との間になかなか子供ができないという状態が続いていました。 で、こういう状況でしたので、お父さんの道長からすると、まあ、ちょっと下品な言い方になるんですけど、もっと一条天皇と娘の明子に仲良しになってもらって、さっさと子供を作ってほしいという状況だったわけですね。そこで藤原道長は、え現地物語の作者として有名になりつつあった紫式部を明子の元で働かせたということになります。えなぜかというと、今藤原の明子に紫式部は使えています。 なので、この秋子の元に最新版の源氏物語とかがあるわけですね。で、それを一条天皇が読みに来ることによって、一条天皇が秋子の元に通うペースが増えて、そうして子供が生まれるというふうに、藤原道長は、まあ、作戦を立てたんじゃないかと考えられているわけですね。で、これは決して妄想の話ではなくて、まあ、実際に紫式部日記を見ると、一条天皇が源氏物語を楽しんで読んでいたということはわかるんですね。 で、それだけではなくて、紫式部日記から藤原道長が源氏物語の執筆を支援していた様子がちゃんとわかるんですね。まあ、具体的に一つだけエピソードを言うと、えー、秋子が、まあ、おそらく一条天皇にお渡しするために源氏物語の冊子を作るっていうシーンがあるんですけど、えー、その時に道長が当時、えー、貴重なものであった紙とかすずりとか、そういうものを提供してくれてるんですね。まあそういう藤原道長の様子から察するに、 おそらくなんですが、源氏物語の評判を聞いた藤原道長が、まあ、その作者の紫式部を自分の娘の元で働かせようということで、えー、紫式部のことをスカウトしたんじゃないかと考えられています。こうして紫式部は、秋子の元で女房として働き始めたわけですが、まあ、最初のうちは仕事をするのがかなり辛かったようです。というのも紫式部は、おそらくなんですが、 夫に先立たれた不安の中で仕方がなく女房になっただけで、まあ、積極的に女房になりたかったわけではないと考えられるんですね。え今、夫に先立たれた、そして娘がいます。で、お父さんはそんなにお金持ちではないので、まあ、私がお金を稼がないとってことで仕方がなく女房になったんじゃないかと考えられるんですね。はい。で、これは、あの、枕の奏紙に書かれている話なんですけど、枕の奏紙の中に、 男たちは宮遣い女房は軽薄で良くないと思っているって表現があって、宮、え、遣、ー、い女房っていうのはあんまり良い,いイメージを持たれてなかったんですね。えー、なぜかというと、平安時代の女性は基本的に家族以外の男性に顔を見せるってことは、まあ、特に貴族の娘はなかったんですね。 なんですけど、宮遣い女房として働くとなると、えー、男性貴族たちと混じり合うというか、男性貴族たちと一緒に働くような場面がたくさんあって、男性に顔を見せる機会っていうのがたくさんあるんですよ。なので、宮遣い女房はあまり女性らしくないみたいな感じで、いいイメージを持たれてなかったんですね。なので、おそらくなんですが、紫式部も積極的に女房になりたかったわけではないと思われます。で、そういう状況の中、紫式部は、 えー、初めてのね、出勤をするわけですけど、しかもその初出仕の時に紫式部は同僚たちに無視されてしまうんですね。でそれで紫式部は私と仲良くしてくださいみたいな歌を送ったりとかするんですけど、なんかそういうのも無視されちゃったわけですね。はい。こうして傷ついた紫式部は、初出仕でいきなり心が折れて、その後5ヶ月間ぐらい実家に引きこもってしまいました。 5ヶ月間も出資しないで大丈夫なのかっていうと、まあ、これはおそらくなんですが、まあ、特に問題なかったんじゃないかなと思います。というのも、紫式部に一番期待されていた役割は、まあ、他の女房みたいに、秋子の身の回りのお世話をするとか、そういう話ではなくて、 えー、源氏物語の続きを執筆するということが、えー、紫式部に一番期待されていた役割だと思われるので、まあ、実家に引きこもっていたとしても、ちゃんと源氏物語を書いてくれれば、それで OK という感じだったんだと思われます。はい。とはいえ、ずっと出資しないわけにはいきません。ということで、紫式部は再び出資したわけですが、えー、その後、紫式部は何もわからない人物を演じる作戦に出たという話が、 えー、紫式部日記の中に書かれています。えー、この辺はね、本当にあの、現代でも通じる話が多いので、面白いので紹介しますが、まあ、簡単に言うと、その、おつぼねさんみたいな、ちょっと嫌な上司がやってきたんですね。で、それで紫式部になんか色々言ってくるんですけど、紫式部は特に口答えすることなく、さあ、私はわかりませんわ、みたいな感じで、ちょっと何もわからない、おっとりした人物を演じることにしたんですね。 でそうしてみたら意外なことに周りの人たちから紫式部はすごい好かれるようになっていくわけですね。でそれで紫式部はえ私は気取っていてよそよそしげで何かと歌を読んでは人を見下す人というふうに評価されていたことに気づいたっていうか、まあ、実際に同僚からそういう人だと思ってましたってことを言われるんですね。まあ、確かにそれはそうで紫式部って すでに説明したように、まあ、秋子の身の回りのお世話をするみたいな役割よりも、まあ、源氏物語の続きを書くのを重視されている立場で、まあ、女房の中でも結構特殊な立場の人にありましたので、まあ、おそらくなんですけど、その普通の女房たちからは、まあ、結構煙たがられたっていうか、まあ、最初のうちはあいつ何なのみたいに思われていたと思われるんですね。 はい。ということで、紫式部は、ま、そんな感じで嫌われていたわけですけど、何もわからないおっとりした人物を演じるようになってからは、人に好かれるようになったってことが日記に書いてありますね。ちなみに、紫式部は、何もわからないおっとり系の人物をノリノリで演じていたわけではなくて、そういう演技する自分に自己嫌悪を覚えてるってことも日記を読めばわかりますね。 まあそういうところから察するに、まあ結構紫式部って内政的な人物だったんじゃないかと考えられてますね。でも、そりゃそうですよね。実際はすごい白識なのに、えー、出る杭は打たれるみたいな状態が嫌だから、あんまりね、そういう知識がないふりをして、バカなふりを続けるみたいのは、まあ、結構ストレスだったっていうのは想像できますよね。はい。そんな感じで、なかなかね、辛い生活を送っていた紫式部ですが、もう一個面白いエピソードがあるので紹介すると、 紫式部は日本着のおつぼねというニックネームを付けられたというね、話がありますえ。日本着っていうのは日本書紀みたいなえ歴史書、日本の歴史書のことを言うんですけどえ、こういうものはもちろん漢文で書かれてるわけですねで。当時基本的に女性は漢文を読めないんですが、紫式部はお父さんから学んでいて読めるので、え女性なのに日本着とかに詳しいってことで、日本着のおつぼねというニックネームを付けられてしまいました。 ただこれは一見嬉しいようなことに思えますが、先ほど言ったように、当時基本的に女性は漢文を読めず、漢文は男性のものという風潮があったので、女性のくせに漢文を読める人みたいな、ちょっと嫌な意味も込められたニックネームだったわけですね。で、紫式部もこういうのが嫌だったようで、それこそ漢数字の位置ありますよね。ああいうのすら読めないふりをしていたっていうふうに日記では紫式部は言ってるんですね。はい、そんな感じで紫式部はね、 えー、結構バカな人物を演じていて、なんだけどそれにちょっとね、ストレスも感じているって感じだったんだと思います。まあ本当にね、ここら辺を勉強していると、勉強しているとっていうか、その紫式部日記を見ていると、1000、まあ、年前の日本も、今の日本も、えー、仕事をする上でね、えー、こう気疲れをするっていうか、嫌なことがあるっていうのは同じなんだなって思いますよね。 はい。そんな感じで紫式部にとって女房として働くっていうのは、まあ、結構ね、ストレスなことだったんじゃないかなと思いますが、まあ、こういう処生術も身につけながら紫式部は女房として働いていくということになりました。はい。藤原の秋子に出資は以上です。続いて紫式部と清少納言を見ていきましょう。この二人ってライバルみたいなイメージがありますよね。 じゃあ、どっからそういうイメージが来たかっていうと、実際に紫式部は日記の中で、聖章納言を批判しているんですね。具体的に言うと、こんな感じで批判しています。聖章納言は得意顔で漢字を使っているけど、よく見れば知識不足だ。彼女のように人と違うことを好む人はやがて変になるだけだ。はためからは上っ面だけの嘘と見えることでしょう。みたいな感じで批判しています。 まあ結構ね、心にぐさっとくる文章ですよね。割と僕も人と違う人でありたいみたいなタイプの人間なんですけど、まあそういう人はやがて変になるだけだというふうに批判しているわけですね。はい。では、なぜ紫式部はこのように聖少納言を批判しているのでしょうかえそこについて深掘りしていこうと思います。まず、そもそもの話として、このように紫式部は聖少納言を批判しているわけですけど、 この二人が直接出会ったことは一度もないと考えられています。えー、なぜそう言えるのかというと、まあ、それは今まで勉強した内容を復習していただければわかるので、まあ、簡単に復習します。まず、道高の娘の貞子が一条天皇と990年に結婚しました。そしてその貞子に、おそらく993年頃に清少納言は仕えています。で、その後、貞子のお父さんの道高が995年に亡くなり、 えー、藤原の道長が藤原氏のトップという時代がやってきます。こうして道長の娘の秋子が999年に一条天皇と結婚し、まあ一条天皇の正妻が二人いるって状態が生まれたって話をしましたよね。なんですがその後、貞子は1001年に亡くなったので、えー、これをもって清少納言も宮遣いを辞めたと考えられています。 はい。そして紫式部が秋子に仕えたのは1006年頃と考えられていますので、まあ、この図を見ていただければわかるように、紫式部と清少納言は朝廷で働いていた時代、えー、時代というか時期が被っていませんので、えー、この二人は直接顔を合わせたことは一度もないというふうに考えられています。では、紫式部はおそらく清少納言に一度も会ったことがないにもかかわらず、 なぜ、清少な言批判しているのでしょうか。えまず、ちょっと周りくどい説明になるんですけど、紫式部日記の中で、え紫式部は自分が使えているア子について、ア子様は上品かつ奥ゆかしいけど、あまりに遠慮しすぎだというふうに評価しているんですね。まあ、そんな感じでア子は結構遠慮がちな女性だったとされています。でそれに加えて紫式部は、 アキコに仕える上老女房。まあ、要するに女房の中でも地位が高い人たちで、まあ、ここに紫式部本人も含まれてるんですけど、まあ、そういう上老女房たちは消極的すぎるってことも日記に書いてるんですね。でそういう状況だったので、貴族男性たちが、アキコ様の高級は気の利いた会話や風流な返答ができる女房が少ない。昔は良かったなという風うに言ってるってことも日記に書いてるんですね。 では、昔は良かったなぁの、昔って一体いつなのかというと、これはおそらくなんですが、清少納言がいた頃の、貞子の方の高級を指して、昔は良かったなぁと言ってると思われるんですね。つまり、貴族男性たちは、地味な秋子様の高級より、昔の華やかな貞子様の高級の方が面白かったというふうに評価していた、ということが紫式部日記からわかります。はい。 で、紫式部は秋子に仕えてるわけなので、まあ、こういう状況が面白くないわけですよね。で、こういう状況が生まれている大きな要因の一つとして、枕の子の影響が大きかったと思われるんですね。えー、どういうことかというと、今もう貞子様は亡くなってしまってるわけですけど、枕の子はこの頃もまだ読まれていましたので、枕の子を読めば、貞子様がいた頃の高級の様子っていうのがわかるんですね。 でその頃はすごい華やかだったし、風流な会話とかもあったということで、えー、その枕の奏者を読んだ貴族男性たちが昔のね、貞子様がいた頃の高級の時代を思い出して、今の秋子様の時代ってちょっと地味だよね、みたいな。秋子様に仕えてる女房って全然気の利いた会話をできないよね、みたいなことを言ってるわけですね。 そうなると、もちろん紫式部にとっては面白くないので、紫式部の方が一方的に聖章ナゴンのことをライバル視して、日記に悪口を書いたというか、批判を書いたという話なのかなと僕は理解しています。つまり紫式部にとって、それほど聖章ナゴンや枕の創始は手強い存在だったということですね。はい。ということで紫式部は日記の中で聖章ナゴンのことを批判したのかなというふうに僕は考えています。 はい。紫式部と清少納言は以上です。続いて、藤原の道長の目掛け伝説を見ていきましょう。ということで、え紫式部と道長の関係性を見ていくんですが、えタイトルにあるように、紫式部は道長の目掛け、愛人だったという説があるんですね。で、実際に、孫悲文脈という、 えー、歴史上の偉人の、そのケースとかをまとめた資料があるんですけど、えー、この中では、紫式部は、藤原の道長の妾とはっきりとなっています。なんですけど、この資料は、室町時代に作成された資料になるので、まあ、本当かどうかかなり怪しいわけですね。はい、かなり怪しいんですけど、まあ、こういう説が出てくる以上、何らかの根拠があるということで、えー、その根拠を、紫式部日記を見ながら考えていきます。 まず、紫式部日記の中で、えー、道長が紫式部を口説いてるっぽいというか、まあそう捉えられなくもないシーンがあったりするんですね。えー、具体的に言うと、道長が、源氏物語の作者のお前は好き者、男好きだと評判だ。口説かず見過ごす男はいないと思うが、どうかなみたいな感じで、花を渡すみたいなシーンがあるんですね。 現地物語って、かなりね、恋愛の話も多い物語になりますので、ってことはお前男好きだろみたいな感じで花を渡したわけですね。で、それを受けて紫式部は、まあ本当は結婚したことあるんで嘘なんですけど、私は殿方の経験はまだありませんのに、誰がそんな噂を流してるんですかみたいな感じでやり過ごしたっていうね、そういうエピソードが日記に載っています。 で、これは、紫式部にとって道長はえ、使えている秋子様のお父さんですので、雇い主みたいなもんなんですね。なので、その道長が紫式部と、まあ、じゃれてるっていうか、まあ、ちょっとからかってこういうことを言ってるだけだと、まあ、僕個人としては思うんですけど、まあ、一応これをもって、道長が紫式部を、ま本気で口説いているっていうふうに、まあ、考えられなくもないということになるんですね。また、もう一個別の、こういうエピソードも日記に載っています。 まずある日、紫式部が寝ていたんですね。すると、誰かが、えー、戸を叩く音が聞こえました。で、当時、ばいの文化とかもあるので、紫式部は怖くなって、戸を開けなかったわけですね。そうすると、翌朝、その戸を叩いていた誰かから、私は泣きながら、一晩中、あなたの戸口を叩いていました。みたいな歌が届きました。で、それに対して、紫式部は、 どうせ、束の間の敵心でしょ戸を開けたら後悔するところでした、みたいな歌を返したっていうエピソードが日記に載っているんですね。で、この戸を叩いていた誰かが、一体誰なのかわかんないんだけどえ、一個前に見たエピソードで、道長が、えー、紫式部のことを口説いているというふうに考えられなくもないエピソードがありましたよね。そういうところから、この誰かが藤原の道長なんじゃないかという説が出てくることになります。 はい。そしてその結果、まあ、この時は紫式部は男性を部屋には招き入れず拒んだわけですけど、まあ、最終的にその男性と結ばれることになった。そしてその男性が藤原道長だったということで、でこうして道長の妾となったという説が出てきたわけですね。なんですけど、これどうですかねまあ、ぶっちゃけ個人的には、もう全然あり得ない話だなと思ってるんですね。まあ、すでに説明しましたが、まあ、最初のその、 男好きなんだろうみたいなエピソードありましたよね。あれも、ただその雇い主が、その部下に対してちょっとじゃれ合ってるだけのように感じられますし、まあ、この誰かが藤原道長っていうのも、まあ完璧に妄想っていうか、そんなの全くわかんない話なので、まあ個人的には藤原道長の目かけとなったという説は、まあないのかなと思ってますね。まあ、そもそもすでに説明したように、孫貴文脈という資料が室町時代の資料なので、まあ、全く信憑性はありません。 ということで、まあ、個人的にはないんじゃないかなと思うんですけどね。ただまあ一応言うと、その女房と男性貴族がそういう肉体関係を持っちゃうみたいのは、まあ、よくある話だったらしいので、まあね、ありえなくもないということなのかなとは思います。で実際に、まあ、大河ドラマではどうなんでしょうね。まあ、藤原道長の妾ともしするのであれば、まあ、結構道長と紫式部の関係性を強化できるので、まあ、ドラマとしては面白い設定にね、 えー、することができるかなと思うんですけど、まあ、個人的にはね、えー、目かけにするというね、そういう設定を採用することはないのかなと思ってるんですけど、まあ、その辺も全くわからないからこそ、大河ドラマでどの説が採用されるのかっていうのはね、えー、すごい楽しみなところでありますね。はい、ということで、まあ、こんな感じで、紫式部と藤原道長が、まあ、目かけの関係だったみたいな説もあるんですが、まあ、これはあくまでも伝説ということになります。 はい。ここから別日の撮影になりますが、続きをやっていきましょう。若干音量のバランスが変わったかもしれないので、気になる方は調節をお願いします。はい。紫式部と清少納言とか、道長とかの関係を見てきたわけですが、えー、もうそろそろね、そういう話は終わりにして、時を進めましょう。歴史の流れを見ていきます。ということで、続いての話、藤原の秋子の出産を見ていきましょう。まず、現状を整理すると、 えー、1006年頃に紫式部が秋子に仕えたんですが、えー、その後秋子は一条天皇との間になかなか子供が生まれないという状態が続いていました。えー、しかしついに1008年に、えー、当時20歳だった秋子が一条天皇の子供を解任しました。秋子の出産にあたって紫式部はおそらくなんですが藤原道長の要請で出産の記録係に任命されたと考えられています。 なぜそう言えるのかというと、この動画で何度も紹介している紫式部日記という資料がありますよね。で、これに秋子の出産の様子がかなり丁寧に描写されてますので、ってことは紫式部は記録係に任命されていたんじゃないかとされるわけですね。で、もっと言うと、この日記を読めばわかるんですけど、紫式部は秋子の出産にあたって文面室の次の間、隣の間に控えていたということがわかるんですね。 で、この時、紫式部は、まだ秋子の女房になって、まあ、おそらく2年足らずくらいなので、全然ベテランではないんですけど、文弁室の隣の間に控えていたわけですね。まあ、そういうことを考えると、まあ、おそらくなんだけど、藤原道長の要請で、えー、文才のある紫式部は、記録係に任命されていたんじゃないか、と推定できるわけですね。はい。ということで、まあ、この日記を読めば、秋子の出産の前後の様子っていうのがね、 えすごくよくわかりますのでえ、そこら辺の話を一部抜粋しお話しします。まず、出産の舞台はどこかというと、まあ、天皇の子供が生まれるのだから代理かなと思ったかもしれませんが、そうではありません。え出産の舞台は、秋子の実家、まあ、つまり道長の邸宅である土御門殿になります。なぜかというと、天皇は汚れを避けなければなりません。まあ、出産するとなると血が出たりとか、 あるいは、まあ、最悪の場合、母子が亡くなったりする可能性もあるわけですよね。なんですけど、天皇は、血とか死とか、そういうのを避けなければなりませんので、天皇が出産に立ち会うということはありえませんし、出産の舞台が代理ということもありえません。ということで、道長の邸宅である土御門殿が出産の舞台で、そこに紫式部も控えていたわけですね。 で紫式部は出産を控えている秋子のけなげな様子を日記に描いています。本当にね、秋子はこの頃大変な立場にあったんですね。まあ、なかなか天皇の子供を宿さないってことで、お父さんからプレッシャーをかけられていたでしょうし、えー、今度は、まあ、子供は解任できたわけですけど、その子が男の子であれというふうに今プレッシャーをかけられているってことで、まあ、秋子はね、本当に辛労が絶えない時期だったと思うんですね。 でさらに、まあ、シンプルに今子供をね、お腹に宿しているわけですので、まあ、その肉体的にというか、まあ、体も辛いわけですよね。なんですけど、そういうのを、なかなかね、そういう辛いという素振りを見せずに、けなげに、けなげに秋子様は振る舞っているということで、えー、紫式部はこういう方にお使いできて幸せだ、みたいなことを日記に書いています。そして、土御門ののでは、24時間体制で度教お経が読まれていたということも書かれてますね。 これはなぜかというと、生まれてくる子供が男の子であれというね、そういう意味もありますし、あと当時は出産にあたって音量が出てくるっていうのが本気で信じられていたんですね。なぜかというと、貴族が子供を産む、特に今回は天皇の子供を産むって話ですので、そうなると政治バランスが大きく変わるわけですよね。でそれを良くないと思う人たちも当然いるので、そういう性的の家系の音量が出てくるっていうのが本気で信じられていたんですね。 まあそういうこともあって、24時間体制で、えー、お経が読まれていました。まあ、現代の感覚で言うと、そんなはずないじゃんと思うかもしれませんが、やっぱり当時は今の出産よりも母子が亡くなる可能性っていうのはすごく高くて、まあ、実際、貞子の方は難産の末に亡くなっちゃってるんですね。まあ、そういうこともあったので、えー、こういうね、万全な体制が取られていたということになります。あと、占いの結果、ギリギリになって分娩室を変更したっていうね、えー、そういう話も載ってますね。 平安時代ってその占いを行って北の方角は不吉ですとかね、そういうのを出して本気で信じてたんですね。なので平安時代って形がいって文化があって、本当は北の方向に目的地があるんだけど、そっちが不吉だって出たら、一旦東の方に向かって、その後目的地に行くみたいな。そうすると北じゃなくて、その目的地が北西かな北西に変わるから OK みたいな。そういうのが本気で信じられていたんですね。 はい。ということで、まあ、今で考えるとね、そんなはずないじゃんと思うかもしれませんが、まあ、当時は本気でこういうのを信じられていて、まあ、藤原道長は娘の秋子がちゃんと子供を産めるように、こういう万全のね、体制を整えて、お坊さんもいっぱい集めたし、そういう占いができる人とかもね、たくさん集めたって感じで、えー、道長がね、万全な体制を整えていたということがわかります。はい。そしていよいよ出産の時を迎えますが、 え、あきはかなり難産だったということが日記を読むとわかります。ということで、生まれてくるまでかなり時間がかかって難産でしたので、出産の最中にあきこは髪を切って一時だけ出家したということがわかっています。ちなみに出家するとなると坊主になるイメージがありますが、平安時代の女性の場合はそうではなくて、 現代の感覚で言うと、えー、超ロングからセミロングに髪を切るくらいの感じになるんですけど、まあ、そんな感じで一時だけ出家することで、えー、仏の加護を得ようとしたわけですね。はい。そしてそういうことも、えー、プラスに働いたのか、最終的に秋子は見事下のケースで赤丸がついている厚平親王という王子を出産することができました。 しかも、アキコは、翌年1009年に、厚永ナガという第二王子、アキコにとっては第二王子を生んでいます。ちなみに、厚平親王の時とは変わって、えー、厚永親王の時は出産の記録はほとんど残っていませんね。まあ、おそらく、厚平親王は、アキコの第一子になりますので、まあ、それほどね、誕生が望まれていて、なので、厚平親王の方は、まあ、すごいね、丁寧に出産の記録がされていたということなんだと思います。 はい。ということで、厚平と厚長が生まれたことによって、えー、道長はその二人の親王の外祖父になりました。ということで、この二人が将来天皇になってくれれば、えー、道長は外祖父として、ますます権力を握れるという状況が誕生したわけですね。はい。なんですが、先ほども言いましたが、偉い子供が生まれてくるってことは、それだけ政治のパワーバランスが大きく変わるということを意味しています。はい。ということで、 厚平親王と厚永親王が生まれたことにより、貞子が生んでいた一条天皇の第一王子である厚安親王の方は不遇になってしまいました。なぜかというと、今まで道長は自分の孫がいないから、秋子が生んだ子供がいないから厚安親王を貢献していたわけですけど、孫が生まれてしまってはそっちに天皇になってもらいたいと当然考えるわけですよね。 はい。ということで、まあ、この辺の経緯は道長の動画で詳しくやろうと思うんですが、まあ、最終的にそういう道長の思惑が働いた結果、厚屋新王は一条天皇の第一王子なんですけど、えー、将来天皇になることはありませんでした。はい。で、厚平新王が生まれたところまで、えー、ちょっと時間を戻すんですけど、厚平新王が生まれた後、まあ、当時の文化として、 生まれてから3日目、5日目、7日目、9日目の夜に、うぶやしないという儀式を行って、まあ、その後宴会みたいのが開かれるんですね。で、その辺の様子も日記を読めば詳しく、えー、描写されています。で、それとは他に、えー、50日の祝いと書いて、以下の祝いと読みますが、えー、50日目にも祝いがありました。で、この時の宴会はかなり激しかった様子が日記の中で書かれていて、 え、なんかね、おっさんの貴族がいるんですけど、男性貴族がいるんですけど、その人が女房にセクハラまがいのことをしている描写とかもあって、なんかね、今の飲み会も昔の飲み会も嫌なおっさんっているんだなってね、嫌な気持ちになりますが、まあそういう描写もされてますね。あとこの以下の祝いの時に、 えー、藤原の金刀という男性貴族がいるんですけど、この人がこの辺りに若紫さんはいますかというふうに、えー、紫式部のことを若紫って呼んで探してるってシーンがあるんですね。で、この描写があるおかげで、えー、この頃紫式部が源氏物語の女主人公である紫の上に、えー、名ぞらえて若紫さんって呼ばれていたってことが分かって、まあ、そういうところから現在、えー、紫式部って呼ばれてるわけですね。 でついでに言うと、この藤原の金藤さんは、えー、和歌とか漢詩とか音楽とか、そういう諸芸の達人だったらしいんですけど、えー、その諸芸の達人である金藤さんが、えー、紫式部のことを親しみを込めて、和歌紫さんって呼んでるってことで、えー、この頃、えー、藤原の金藤みたいな諸芸の達人も含めて、えー、貴族たちの間で広く源氏物語が読まれていたということがわかります。 はい。藤原の明子の出産は以上です。続いて、藤原の道長と三条天皇の対立を見ていきましょう。このケ図を使って説明します。まず今、明子が一番下にいる厚平神皇を産んだという状況です。なので、道長からすると、早く厚平神皇に天皇になってもらって、天皇の外祖父として君臨したいなという状況だったわけですね。 はい。なんですが、一条天皇の次の天皇は、厚平親王ではありませんでした。なぜかというと、え道長のお父さんの金家の時代にまで遡るので、忘れちゃった人が多いと思うんですけど、えー、今赤丸が出た長子え、金家の娘の長子、つまり道長にとってはお姉ちゃんにあたる長子が、霊勢天皇との間に、沖き親王という王子を生んでいたので、え一条天皇の次の天皇は、沖き親王だよって決まっていたんですね。 なので、厚平親王が即位するまで、もうちょっと時間がかかるという状況でした。で、こういう状況でしたので、え、道長は、沖き親王とも仲良くやっておかなければまずいということで、え、娘の藤原の剣士を10、1010年に、え、おき親王のもとに嫁がせています。そして、こういう状況の中、翌年1011年に、一条天皇が崩御しました。 こうして順当に、沖貞神皇、癒貞神皇と読むこともありますが、この人が三条天皇として即位することになりました。そしてこの時、厚平神皇が皇太子と定まりました。はい。ということで、こうして三条天皇が即位したわけですが、その三条天皇と道長が対立するようになっていきます。なぜかというと、三条天皇のお母さんは道長にとって姉の長子なわけですが、 その藤原の長子は982年ということで、まあ、早い段階で亡くなってしまっていたんですね。えー、なので、まあ、道長は一応自分の娘の剣士を1010 10年に三条天皇に嫁がせているわけですけど、まあ、それまでの間、長子というパイプ役がいなかったので、道長と三条天皇って関係性がまあ結構希薄だったとされているんですねで。その上で三条天皇はすでに成人していたので、まあ、自分で政治をやりたいと考えたわけですね。 なんですが、道長からすると天皇を操り人形にしたいという気持ちがあるので、言うことを聞かない三条天皇よりも、自分の孫の厚平親王に早く天皇になってもらいたいなと考えるわけですね。はい、こうして自分で政治を行いたい三条天皇と早く上位してほしい道長が対立するようになりました。 で、こういう状況の中、道長の娘の剣士が、三条天皇との間に、男の子ではなく、女の子を産みました。後にね、えー、帝子内親王と呼ばれて、まあ、結構歴史に大きな影響を与える女性になるんですけど、えー、男の子ではなく、女の子を産みました。ということで、まあ、すごいひどい話になるんですけど、まあ、この時王子が生まれていれば、 え、道長は三条天皇のことをもうちょっと大事に扱ったと思うんですけど、まあ、王子じゃなかったってことで、道長はますますもう三条天皇はいいやってなっちゃったわけですね。で、実際女の子が生まれたってことで、え、道長は全然喜ばなかったってことは当時の記録からわかっていますね。はい。ということで、ますます道長は三条天皇にさっさとやめてもらいたいなと考えるようになったわけですが、 そういう状況の中、1014年に天皇が目の病気でほとんど目が見えなくなってしまったんですね。でそれを理由に道長はますますさっさと天皇をやめてくださいというふうに上位を迫るようになりました。まあ道長ってひどいやつだなーって感じるかもしれませんが、まあでもこれは仕方がない面もあって、やっぱり天皇がほとんど目が見えないとなると、天皇が行わ,行わなければならない儀式とかも届こうってしまうので、まあ、政務に支障があるわけですね。 はい。ということで、道長だけではなく、まあ、当時の苦行たちの、まあ、ほとんどの人が天皇に対して早く辞めてほしいと考えていたとされています。はい。そして、こういう状況でしたので、まあ、三条天皇はもう万事休すって状態になってました。こうして、1016年に三条天皇が上位しえ、ついに道長の孫である厚平新皇が五一条天皇として即位することになりました。 はい。こうして、形図をご覧いただければわかるように、五一条天皇にとって、道長はお母さん方のおじいちゃん、外祖父にあたります。そして、五一条天皇はこの頃まだ子供でしたので、自分では政治を行えません。こうして、道長が念願だった天皇の外祖父であり、摂政として政治を代わりに行うという状況が完成しました。はい。藤原の道長と三条天皇の対立は以上です。 続いて、この動画最後のお話、紫式部の没年を見ていきましょう。今、えー、道長と三条天皇が対立して、うんぬんみたいな話をしていたわけですが、えー、この頃紫式部が何をやっていたのかっていうと、実はそれはほとんどわかっていません。なぜかというと、紫式部日記が1010 10年に完成してしまっているので、えー、その後の紫式部の動きがよくわかんないんですね。ということで、えー、ここら辺は復習になりますが、 え、1011年に一条天皇が亡くなり、その後三条天皇と道長が対立した。そして1016年に三条天皇が上位し、え、道長が五一条天皇のもとで摂政になったわけですが、え、この頃紫式部が何をやっていたのか、ほとんど分かっていません。ただ、少なくとも紫式部は、1013年までは秋子に仕えていたということは確実に分かっています。なぜかというと、 えー、2013年に藤原佐根助という、まあ、道長も一目置いていた、まあ、すごい有能な貴族がいて、えー、この当時の一級品の資料である小有記っていう日記を残してるんですけど、その小有記の中で佐根助と秋子を取り継ぐ女房として紫式部が登場しているんですね。まあ、もちろん紫式部って記載されてるわけではなくて、 えー、越後の神、ためときの娘というふうに書かれてるんですけど、まあ、これは紫式部のことなので、1013、えー、年までは紫式部は秋子に仕えていたということは確定なんですね。はい。なんですけど、これ以降、紫式部の名前を具体的に確認できる資料はないということになります。で、その上、えー、翌年の1014年に、父のためときが、越後の、後の神の仕事をまだ任期の途中だったんだけど、辞任してるんですね。 で、しかもその後出家しています。ということを考えると、もしかしたら紫式部って1014年に亡くなってるんじゃないかということで、えー、説の一つとして1014年に紫式部は亡くなったという説があります。でもしこれが正しかったとすると、まあ、そもそも紫式部って生まれた年もはっきりとはしてないんだけど、まあ、定説である973年生まれだとすると、紫式部は去年41で亡くなったということになります。 はい。ただこれはあくまでも説の一つなので、もっと長生きしたんじゃないかという説も当然あるわけですね。ではその根拠は何かっていうと、えー、1027年まで、昭遊期にサネスケとアキコを取り継ぐ女房が何回か登場しているんですね。なんだけど、その女房については、えー、前に見た時は、あの、越後ごの神、ため時の娘って書いてあって、紫式部だって確定できましたよね。 なんだけど、その1027年まで何回か出てくるんだけど、そういう記載がないから、紫式部かどうか確定できないという状況なんですね。ということで、紫式部かどうかわかんないんだけど、もしかしたら紫式部の可能性もあるよねって状態になります。でもし紫式部であれば、1027年まで紫式部は秋子に仕えていたということになりますね。はい。こんな感じで紫式部が、えー、亡くなった年って全然わかってなくて、 その他、1031年説まで様々な説があるんですね。まあ、そんな感じで、紫式部の没年は分かってないし、まあ、今後も一つの結論にたど、えー、り着くってことはないと思います。はい。こんな感じで、紫式部は、まあ、一番早くに亡くなったという説である、1014年説だと、えー、去年41になりますし、まあ、一番長生きしたという1031年説を採用すると、えー、去年59で亡くなったということになります。 はい。では、もし紫式部が1031年まで生きていたとしたら、えー、その頃というか、その間に朝廷の動きとか最大の権力者であった藤原道長は、えー、どのような状態にあったのでしょうか。まあ、本当はその辺も詳しく解説したいところではあるんですけど、えー、道長がご一条天皇の摂政になった後の話については、道長の動画で詳しくやろうと思ってますので、えー、今回は結論だけパパッと言うと思って聞いてください。 ということで結論だけ言うと、まず2018年に、参、え、考、ー、すべてが藤原道長の娘というパーフェクト状態が完成しました。えー、これどういうことかというと、まず参考というのは、えー、皇后と皇太后と太皇太后の総称になります。つまり、現在の天皇の制裁、先代の天皇の制裁、先々代の天皇の制裁、これらすべてが藤原道長の娘というパーフェクトな状態が生まれたわけですね。 そこに至るまでの経緯については、道長の動画で詳しくやりますが、まあ、こんな感じで道長は、えー、頂点を極めた、映画を極めたわけですね。そしてその道長が、えー、この三考が藤原道長の娘という状態が完成した時に歌った歌が、かの有名な、この世は我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思えばになります。えー、簡単に訳すと、この世は俺のものだ。満月のようにかけるところもなくて完璧だ。 みたいな意味になりますね、えー。そういう歌を歌えるくらい道長は、えー、貴族として頂点を極めたということになります。はい。ただその道長にも終わりがやってくるということで、えー、頂点を極めた道長は1027年に去年62で亡くなりました。はい。そして紫式部についてはいつ亡くなったか分かってないわけですけど、えー、最長で1031年まで生きたという説がありましたよね。 なので、もし紫式部が1027年まで生きていれば、藤原道長の最盛期と死を見ているというか、まあ、同じ時代を最後まで一緒に過ごしたということになるんですね。はい。ということで、まあ、大河ドラマではね、どのように描かれるか全くわからないんですけど、まあ、個人的には、まあ、少なくとも1027年、藤原道長が死ぬまでは、えー、紫式部は生きたという設定にするんじゃないかなと、今のところは予想しています。 えというのも、やっぱり平安時代の中期を描く上で、藤原道長が一番重要人物ですので、やっぱりね、その道長が死ぬまでは大河ドラマ続けたいと思うんですよね。そういうことから察するに、おそらく藤原道長が死ぬ1027年までは、少なくとも紫式部は生きていたという設定にするんじゃないかなと、今のところは予想してるんですが、まあ、どうなるかね、全くわかりません。 ということで、まあ、紫式部がいつね、えー、亡くなったかすらわからないからこそ、まあ、今からね、どのように大河ドラマで描かれるか、まあ、すごく楽しみです。はい。というところで、今回の動画は以上で終わりです。まだ編集してないのでわからないんですが、めっちゃ長い動画になっていたかと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。で、まあ、こっからはほとんど余談みたいなもんなんで、 えー、若干ね、フラットな喋り方で行きますが、まあ、とりあえず僕はあれですね、来年2024年の大河ドラマ、光る君へは、もうめっちゃ楽しみです。なぜかっていうと、まあ、僕もあの、大河ドラマ全部見てるわけじゃないんで、もしかしたら違うかもしれないんですけど、この平安時代の中期が大河ドラマで取り上げられるのって、まあ、初くらいじゃないかなと思うんですよね。やっぱり大河ドラマって、えー、幕末とか戦国時代が取り上げられがちですよね。 やっぱりその坂本龍馬とか西郷んとか有名な人多いですし、まあ、あと本能寺の変とかね、関ヶ原の戦いとか、まあ、有名な事件もいっぱいあるので、まあ、やっぱりどうしてもその辺が取り上げられがちですよね。まあそれこそアンナの変とかカンナの変とかって言われてもそんなの知らないよって感じじゃないですか。なので平安時代の地域ってあんまりスポットライトが当たることはなかったんですけど、まあ、今回紫式部を調べるにあたってめっちゃ平安時代の勉強を一からやり直したんですよ。 そうしたらめっちゃ面白かったんで、えー、この時代が取り上げられるっていうのは、まあ、個人的にはめっちゃ期待値が高いですね。あと、動画内でもお話ししたんですけど、まあ、今回の主人公、えー、大河ドラマの主人公、紫式部は分かっていないことが多くて、まあ、それこそ生まれた年とか亡くなった年すらちゃんと分かっていませんでしたよね。なので、まあ、どの説が採用されるのかな、みたいな楽しみはめっちゃありますね。 個人的な注目ポイントとしては、紫式部が藤原道長の着彩の源友子に仕えたのかどうかとか、あとは藤原道長の妾になったのかどうかとかね。あと、個人的に最大の注目ポイントは、すでにお話ししたんですけど、紫式部がいつ死んだことにするのかっていうのがめっちゃ楽しみですね。それによってすでにお話ししたように、藤原道長の最後を見たかどうかっていうのに関わってきますので、 えー、紫式部がいつ死んだことにするのかは、まあ、個人的にはめっちゃ注目ポイントですね。はい。まあ、そんな感じで、昔の時代で分かっていないことが多い。まあ、特に今回の主人公は女性で、まあ、そんなに資料がいっぱい残ってるわけではないので、えー、分かっていないことが多いからこそ、ちょっと言い方が悪くなるけど、まあ、脚本次第によって楽しくもなるし、まあ、つまんなくにもなるっていうかね、まあ、結構脚本次第なところが大きいと思うんですよね。 それこそなんか家康を描くってなると、この出来事は絶対に外せないなみたいな何個かあるわけじゃないですか。なんだけど今回そういうのも予想がつきにくいので、えー、本当にね、どういう大河ドラマになるのか今からすごく楽しみです。はい。なんかね、熱く語っちゃいましたが、えー、最後に今後の動画の投稿予定だけお話しして終わります。まず来年2024年は光る君へ関連の動画を、えー、多めに投稿しようと思っています。 まあ今のところは道長の解説動画とか、あと源氏物語の内容を解説する動画ですね。そういうのの準備は進めているので、いつか投稿できるかと思います。あと、この光る君へだけではなくて、来年は平安時代全体の流れがわかる動画を投稿しようと思っていて、それも準備を進めています。 まあ僕はあの、幕末の全流れを解説するみたいな動画を以前投稿したことがあって、それ3時間超えくらいの動画なんですけど、まあ今回のこの平安時代の全流れを解説する動画も多分2、3時間くらいになりそうな予感があります。なので、おそらくなんですけど、20分くらいの動画をえーちょくちょくね、投稿していって、まあ最終的に1個に合体したバージョンを投稿するみたいな、まあそういう感じに今のところはしようかなって考えてますね。はい。今のところの予定はこんな感じになります。 こんな感じで、これからも歴史についてわかりやすく解説する動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録や高評価をお願いします。とても長い動画になっていたかと思いますが、最後までご覧いただきありがとうございました。一緒に光る君を楽しんでいきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。